がこのライン上を走る。ああ、で、殺していくっていう。そうそう。で、pH がね、キルマネの pH が、エレファントカルフ、小さい象とライオネスなんよね。その戦場のライオネスと、そのカルフを殺しまくれば、いつかその3箇所にどっかにポップするっていうことなんそうよ。そうそう。結構簡までは、単。そこまでは全然。なるほどですね。だけこの3箇所さえ押さえて、もう1人おれば4人でできるわけ。ああ、最低ですね。そうそう。だけど、タバスさんは1箇所にペットを置けば2人か3人でできるっていうことを書いてるっていうのは、武さんがさっき言った通り。ああね。ただ、もう無理やり、そのキャンプの一個を奪おうとするやつもおるから、中には。やっぱ人間がいた方が。ペットよりはですね。ということで、今僕が青の四角の中で今陣取ってるんで、木次第いろんな人に緑と赤に行ってほしいです。で、さっきペドさんが言ってくれたジルズマップってやつには、ここのマップが、その線が書いたマップがあるんで、その通りに歩いていけば、いちいち6確認線でそのまま行けるってことでそうそうそう。自分の場所がもうその線上にあればもうとりあえず OK。あす。とはもうスイープして、その2種類のモブをただ単に、殺しまくれば。メリエータ特にさ、マナ気にする必要ないから。もうクリリックとかもう最悪やからね、もう。なんでその動く役は僕が今日やるんで、マップ入れてるんで、キャンプ場所をとりあえず確保、担任でしたい。あれ、全然走り回る役でいいっすよ。マップ入れてないけど。まあ、ロック確認しながら。今回はあれでしょうか、キャンプに行っていてもらおうか。了解です。僕はあれやったらそうあるし走り回りますけど。ああ、じゃあ、それがいいかな。お助けで来てくれんの？いや、レンジャーで。ああ、さすが。それがいいね。久々やアントニカ、なんかのどかでいいや。よーし、到着。こいつに。デッドマンフローティングがもらったから空飛べるんや。わーい。楽ちんだ。Take it, man. 今日昼間フェイダーやってて、ブラックロータスが。言いたいって何？タイムロスディープのドラゴン。で、結局レスに負けてキルはできひんかったんやけど、それの時に、あれ、デッドマンフロッティングをもらって、で、そのまま、ログインしたまま、お助けで寝てて、もうがっつり寝てて。やっぱ休みは寝なあかんな。昼間から影響もいいけどしんどいわ。寝ないで仕事したら相当辛くない？いやー、こ辛のい。年になるとね、どんどん昔はね、3日寝てないけど仕事行けるとか、そんなもあったけど、もうね、最近は辛いわ。辛いよね。俺今完全ルーティンにしてるんで、もう楽やん。昼間仕事して、夜で息をして、だけしてる。もう結構
前からルーティン化して、だから結構余裕なんですよね。ちょっと、あ、今日あまり寝れないってなっても、次の日で取り返せるけん余裕ですね。なんか、今までは結構ギリギリの線でやっとったけど、なんか、夜の輝きがないけんですね。もうすぐ寝るね。竹雄さん来たらあれ、ブラザーなんとかもトラック気にかけとって。ブラザーなんとか文句のあのローブクエスト。ローブクエストのやつ。で、サウスカラーなのか。そうそうそう。あ、どこを押さえた方がいい ?2、1、どっちがいいですか、今どっち方面から来たの、ロースカラーから。の NK、はい。あ、じゃあ、あれ、緑の方行って。OK。リアンと殺そうかな。こいつジェム落とすよね。まあ、いや。集中。なんか別に新しい人でも今オンラインの中で必要な人って特におらんよね。みんな持ってるしね。いや、あ。え、ペガサスクロックやろ。うん。あのレヴィン持ってなくて、今オンラインでっていう中で。そうね、多分いない、ね。マーシェルだけかな。マーシェルぐらいかな。ゴッツ必要かなと思うのはマーシェル。だね。あれは兵八持ってんの？兵八は持ってないから。取らせたいところは取らせたいな。それはナスさん来てから、まあテレビ入れてもらったらいいと。え、ナスさん来てんの？あ、今あの着いたって言って。うん。VC に来てって言った。あ、でもセーフデッドマンフローティングがあるっつってたな。あ、じゃあいらんのか。ああ、先生、いらんわ。めっちゃ便利やーっつってた。そら便利やわ。効果長くて便利やーっつってた。うん、マーシャルだけやな、じゃあ、うん。すいません、俺のためになんか。いや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 、一番大事や。いやいや、すごい大事ですよ。うん、おはよう。お疲れです。お疲れ様です。とか、ヘイちゃんはいらんのよね。あの、DMF あるか。うん。ヘイ八郎はいらんのだよ。ああ。ナスビーがいる。ナスビーがあった方がありがたいかな。まあ、手に入ればという感じで。今まで2枚ぐらいしか見たことないからね。これの当たりはすごく悪いんだよね。うん、あの反対方向に行ってうぎゃーってなったところを見たことがある。そっちじゃないーっつって、うん、4月ぐらいだけど。そうそう、ドロップがそもそも悪いしね。そうだね、うん、今日も出たらラッキーぐらいで。そうね、今までギルドで取ったのはリーフさんとアズさんだけだっけ。アズさん取ったんや。アズさんだっけ、誰かリーフさん。あ、アズさん取ったよ。アズさん取ったし、リーフさん取ったし、あと誰か取ったかな。あそこにマグが走り回ってるで。マジ？赤の方お願いします。赤移動していいの？ここ。
こ移動して。今緑にいない、あの、アーシェルいない緑の方のところに。うん、なんか、あの、端っこの方まで走っていっちゃった。ああ、マジ？緑の四角におるで。ほんと？マイナス3000の2000やろ。ああ。2000。1000でした。ちょっと待って。オッケー。あ、でも1000、いやでもこれ1000番台でしょ。俺おるよ。うん。ティーアントのところにおる。あ、見えるよ。あ、ほんと。じゃあ俺、いや、赤の方に行くわ。うん。ってるんかな？マーシェル赤、ナスさんが、じゃあじゃあマーシェルが緑、ナスさんが赤、私が青なんで、竹尾さんじゃあ走って、あの、あれ、殺しまくって。アビアク村と、うん、あの、ポーの間のモブを殺しまくったらいいわけね。いや、できたら、その、一回は、あの、この、全部3本の線を行ってほしい。辿ってほしい。スイープして。わからんやろ、この地図入れてないんで。ああ、わかんないっす。あ、じゃあ、あの、青と交代して、私。一回はあれするんで、私が全部そこを回って、あの、見てくるんで。あ、じゃあ、掃除さんをトラックして探せばいいわけですね。うん、青の方に来てください。了解です。ハーミットわかります？ハーミット。ハーミット。わかんない。わかんない。そっかそっか。アビアック村の、うんうんうん、あれどっちだっけ、これ。ウエスト方向？あの、なんだっけ、だね。アビアック村のウエスト方向。ハーミット7番のこと？ハーミット。そう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 。まずハーミットハウスの方が 青の近くね。うん。あれが目印になるかな。あそこから見える丘が。そうそうそう。うん。丘の向こう側のルインは関係ないんだけど、こっち側だ。ルインのこっち側だね。そうそうそう。すごいな、みんな。一時期ね、めちゃめちゃハマったよ、みんなで。っていうか、掃除さん、掃除さんがソロで撮るのがすごいよね。そうそうそう。で、ソロで一発目で出たよね。一人で来た時に。気違い地味だよな。でもその後に、あれよ、Ruby BP の40時間が回ってたって。ここで運を使い果たして。いや、その、まず俺、地図アプリがないと、もう右も左もわからんからさ。それなしで、まあ、あの遊んでるって、どうやんねやろうって。想像がつかへんな。でも迷うのも一級やもんな。言うたら。僕はまだトラックあるだけマシやけど。一応 N パース使ってるよ。ああ、そう。あ、N パースの地図か。あの、ワイヤーフレームの。うん。うん、そうそうそう。あ、CYC が来た。CYC だ。OT のシシルイルイをレズしたんで、あの、向かってます。あれで。ベッキー、エルフ、TCP がクリフゴーレムの前で死んでた。え、OT？ OT の？あの、やられるだろう、それは。えらいこと考えてた。うん。あれ、サモンあったよね、確かね。サモンあるし、HP32K やし。あ、60スペル狙ったんか。うん、多分ベッキーの、あの、ペットと TCP のペットで削りきれんかったんか。なるほど。あれ、掃除さん、どの辺にいます？丘があるでしょ。丘に上がってきて。アビアク村に今着いたんですけど。あ、違う違う違う。ハーミットハウスなんで、マップの7番の。7番まで行ったらいいの。うん。アビアクハウスからイースト方向に行けばいいの。うん。そうそうそう。明治がおるよ、ここに。マジ、うん、いるよね。キャンプしてるんかな。
キャンプまではいかないんじゃない？いや、出たね。レイジはいらんと思うけどな。そうそう。でもあれや、エピックの材料なんやろ、マジシャンの。そうそう。そうな。うん。そうな。取れるわけないのに。どこギルド？ギル。49っていう35の名字です。ただキャンプするだけじゃん。多分、まあ皆殺し、でもエリファントカルフとライオネスを殺ししてますね。うん。あ、じゃああれやな、キャンパーやな。うん、キャンパーやな。邪魔やな。これ確かあれじゃないの？3つのポイントと、あとローバーキルしてもらってたらキャンプ宣言できるんじゃなかったっけ？多分ね。めっけた。掃除さんめっけた。でもややこしいやつおんのよね。多分ね。取れへん。今日は証人がたくさんいるから大丈夫だと。キャンプ主張したら。取れへんたら取れへんたで OC でめちゃくちゃ文句言うやついたしな。え、OC キャンピングペガサス念のためって送った方がいい？ペガサスキャンプ道。うん。だって最初おらんかったんでしょ？俺が見たっけ、いなかった。うん。いて。はい、来ました。一応インバイトする。あれ、そうください。セカもあれする、はいはい。了解です。インバイトしたんで。あれ、来てない。Get invites。来てなかった、ごめん。ごめん、しないか。はい、そうです。今から私がライン上を全部掃除していくんで、はい、あの通ってくるライオネスとカルフはやってね、はい、目についたやつ何でもいいんで、一応そいつが PH かもしれない。今赤の四角にいます。おい、私も出発したんで、いや、紹介してたか。マナが40しかないわ。あ、なんか俺は2時間ずっとここにおったけど、ヌーブだからまあいいやっつってどかしてた。あ、そういう意味だね。GL2U。いや、違う人ですね。違う人。あ、違う人か、これ。うん、で他のスポーンポイントに人がおい、あの待ってるから、だからまあ FII だけやしみたいな、なんかちょっとわかんない、どう答えてあげればいいかわからん。そうだね、このキャンプ譲ってあげた方がいいのかわからん。でも人数がいないとね、あれやけ、一応あのなんだっけ P99 のルールではそれぞれのキャンプ場所を抑えて、あ、それぞれのポップ場所を抑えて、ローマーカル人数が いるんだったら、キャンプ主張できることになってる。うん。じゃあ、もう満タイやね。うん、もう満タイです。もう満タイ。何時間やってようと、それは、あの、たまたま偶然ポップしたのを変わるのは構わないけど、キャンプ宣言はキャンプ宣言でまた別。条件が必要ってことですね、はい、うん、かしこ。足、ノー足、クロー君2回連続ノー足、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 足はいらん。足ほんと出まくるけんな。それで多分全員持ってるからね、足逆、悪いけど、うん、俺も夏にもらったことあるもん。ええみたいな、あ、ありがとうみたいな。残念ズボンと言われてるから。そうそうそう。どっか掃除したいとこあったら、俺、座っとくけど。そしたら、何色に？青に行ってくれん。OK。竹尾さんに走り回ってもらおうか。うん、あの、うん、ひたすらカルフとあれを買ってもらおうか、適当に。はい。僕はライン上走るんで。カルフって何なんですか？あの小僧、小さい小僧。エレファントカルフってやつ。了解です。ひたすら近くのトラックの
のライオネスとカルフを借りまくればいいってわけですね。あ、そうそうそう。了解です。で、スポーンポイントにはもう全員張ってるってわけですね。そうです。うん、ボンポイントの近くやけど、ロックで行くしかないから書いてないじゃん。あ、書いてあるわ。矢を10スタック生産しました。なんかあれじゃなかったっけ、アビアック村の近くの、うん、なんだっけ、この近くで食ってるところの範囲のやつを倒すっていう話もなかったっけ。そう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 、なんかそういうパターンあれもあるよね。うん、そういう噂もあるんだよね。あ、星のところやね。リーダーください。はいはいはい。はい、はい、じゃあインバイトします。よし、よし、な、行ってきます。はい、あと余裕があったら私もあのそれ僕は行くんで、あのあかんとこ行くんで。あ、はい、武井さんリーダー戻して、あ、アビアックのウエストにいます。はい、はい、武井さんそれどこ行ってんの。どこ行ってるというか、ハンティング。星？星？あ、じゃあ星のとこ行ってもらおうか、武雄さん。地図見てる？地図。キルマネの地図。キルマネというか、あの、ウィキの地図。そうそう、キルマネのページに行って。キルマネってどこですか？クイルメインっていう。ああ、そういう、その、ペガサスの。ペガサスのあれ。それそれ、それ打ち込んであれ出てくるんで。俺が画面共有しようか。星から星のルートに行ってもらったらもう全部押さえてる。うん、キルマネのページに行きました。で、その星の往復のところがあるやん。はいはいはい、ポートアビアク村と、うん、の間、 あそこの間をちょっとくまなく行って、ライオネスとエレファントとカルフを借りまくっていう、ね、うん、そっち説もあるね。この3つの3本線とあと星のところも PH じゃないかっていう、まだよく分かってないそうそう、多分変えたんだろうね途中で、うん、かもしれない、うん。やっと46にしたぜ。おお、ナイス、ヘル抜け、うん、ヘル抜け、いや、いけるよね、POH。ああ、そうね。まずハンマー目指しだ。しっかり忘れてた。そっか、もう POH いけるのか。これでブレザーは俺のもんだ。ああ、いいっすね、でも。OT ハンマー、ほんと50。50。広いなぁ、迷うわこれは。これを機に地図を入れて。
EQ どうでしょう ?P99 本当はあの OT 波も50って書いてる、ね、でしょう、悲しみしかも経験値入んない時に取ったからね。うわぁ、もったいね。もったいないね。でもどこでどうなるかわからんから、うん、まず取っとこうと。もう 2K なら、いや、J ブーツ先にしよう。OT は最悪俺ネクロでできるはずなんですよね。チャームドできるから。あー、敵をね。そう。あ、でも本人しかファク変わらんはず。そうだね、チャームした。そうそう。で、人にはしてあげられないよね。エンチャンターとネクロマンサーは簡単ない。と書いてあった、確か。文句も確かスニー、戦文句もスニークで後ろから尻尾渡して少し地味にファクション稼いでっていう。ああ。取った方が楽ちゃう？取った方がいいんかな？まあ、ないよりかはやっぱあった方が楽なんで。いや、欲しいっすね、でも。あ、昨日みたいに帰れるじゃん、セビからも。そうっすね。ポーターがいないこと結構あるからね。そうですね。まあ、逆にゲートできる感覚でもう嬉しいですもんね。ハースストーンみたいなノリで使える。そうそうそう。まさにハースストーン。お守りで持ってるもんな。あの、ゲートポーション。あれ、1000PP ぐらいしない？なんか、いや、カジ、CT の。ああ、はいはい、山ほど手に入れて。あれの時、あの、UBBP 取った時。全部売ったけど。ちょうど、アバターオブフィアの左のやつが、あれ、あの、ネームドでポップする。ああ。おったな、一匹。そら40時間おったら取れるわ。6個くらい持って帰って。で、あの、ルビーブーツも手に入れた。そいつの、あの、あたりで。ルビーブーツ、頭が。その貸してたよね。ルビーブーツ、頭が。頭が。思い出してくる。それずっと言うわ。カイフ一匹殺します、ね。はい。んで、これ青線は俺スイープ線でいい？うん、あ、いいのいいの。うん、もう行ったんで、僕は行ったんで。あ、あの四角の場所にいれば。あの坂の下り坂、丘の下り坂でぼーっと座ってて。うん、たまに後ろからライオネスがある。走ってくるから。そうそうそう。バツーンと倒すだけ。ここのポップが6分40秒なんで、もうそれの繰り返しずっと。やばいっすね、このキャンプ。俺初めてなんやけど。あ、そう。僕も初めてよ。出ないとき出ないからな。前やってなかったっけ、竹雄さん。やってない。前だけやったとき。そうかそうか。うわぁ、グリムロットやってる、いかれたやつがいる。ライオネスメッケ。多分このゲームの中で1、2を争うクソクエスト。
レンジャーなのに、ライオンを飼ってるなんて。クマさんから結局は、心が痛い。レンジャーなのに、レンジャーなのに、ゾウを飼ってるなんて。悪いレンジャーだな。牙をフライ、KFC に売りに行くなんて。そう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 。テリアンつって。密漁者。これ眠いとき寝るっすね。ああ、でも本当なんか喋りながらか、テントですよね。たもん。竹雄さんのはまだ探し回ってるからあれだけど。その場にいる人はやばいよ。そうそうそう。いや、だって動いてる方に行きたいわけ。いや、もう探すのも結構大変なんですけどね。いや、そのうちね、どこに湧くかね、分かるようになるから。そうそうそう。倒してる順番に、あ、こっちとこっちだな。コンサイダーの方がいいんかな。トラック。クレリックがあまりハッスルするとオウムになるから。そうなんだよね。もし出たら、すぐあれをマジで走っていってね。その人のところに。はい。マーシェが来るまでは、あの、ルートとかスタンで、キープするわ。そうそう、前みたいなことが。そうそうそう。何すか？いや、赤のね、あの、スクエアで湧いて、殺して、で、あの、黒く出たよっつったら分かったっつって緑に行ってたっていう。反対方向じゃん。ほんと間に合わんけんね、7分じゃね。うん、確かに、このゾーン、やばい。ひどいよ。ひどいよ。うん、無駄に広い。いや、モスカバの時、ちょっとしんどかったしな。あのキャンプ。ああ。時間の長さもあって。でも、クナークのゾーン全部 SK の兄弟ですね。ただヒルが追加されて何も見えないですよ。そうね、あの、アップダウンあるから余計ひどいよね。そう、やばい、マジで。意味がわからん。レビテートないと移動するのしんどいもん。いやー、この旧世界にやっぱ批判があったんやと思うで。うん、そうね。こんなさ、真っ平らなさ、1ミリも凹凸のないあの手抜きゾーンだらけやからさ。絶対迷うだな、こんなもん。なんか感覚で行くしかないやん。あ、ここの目印があって、じゃあ、こっから南だなとか。そうそうそう。カラナはまだマシやと思うな。特徴がさ、一応ないわけじゃないから、この丘とかがあるやん。うん、あのグレーターフェイドアーん、フェイダークああ、はいはい。G フェイ、はいはい、G フェイはきつい あ、こう、ほんま最悪。ほんまパッケージごと俺、捨てようかな思ったもん。あっこでコープスなくすさ、低レベルが続出 しててさ。ウエストカラナはひどいね。あれは。僕はコープス何回もなくした。あの、やたり横長に。そうそうそう。まだニュービーの頃で何も分からへん時に。いや、G フェイの方が、あの、低レベルの人の密度が多くて、死体の見失う率は高いと思うよ。うん、あの、同じような木ばっかり。そう。全部あ、出た、ブラザークイーン出た。え、マジか。ああ。そっち？そっちやろう。うん、そっち。ちょっと僕、あの、ライオネスとか買ってるんで。集めるやってください。集めよう、集めよう。倒すの？いやいや、あの、倒す。みんないないと無理。いやー、でもほとんどホールにおるぞ。マジ、ちょっと来てくれんかな。見てみたら？竹内さん、集めて。なんでそこで押しつけんのかよ。そこでキラーパス出す。集めよう。
今5人。ローブ着てるんで、これ絶対出る。2パーティーは最低。そうね。ちょっと僕はあれになる。犬になる。犬になる。確かに。ちょっとこれ誰がいんねん。移動が早いからな。あ、移動が早いじゃん。バフの時間が長いからな。うん。無理をお願いしてるのはわかります。これ置くと、もう送ろう。可能であれば。最低何人いたら勝てるんですか。いや、12人ぐらい欲しいね。ああ2グループは。リーフさん来てくれ。カエソラ。カエソラか。これあかんねえ。て反応ないね。ぶつけるべきエネティカ。さすが。こんなに実感のこもった言葉は聞いたことがない。リーフさんとアズさんで何かやってんのかな、これ。あ、あれや、HS のキーや。いやー、そうっすね。それは。これ無理やない？ランダムの人たちを集めない限りは。カルフのローマを今殺します。はい。もう見送るしかないかもですね。どのぐらいでデポップすんの？それもよくわからないな。ああ。まあ、なんせプリンキュンがそいつをスパンさせようとなんかあがいてたけど、10時間ぐらいかかってた気がする。でもこうやってさ、あの関係ない時に湧いてたりするね。そうそうそう、ありがちだな。ですよね。なんかサモン使うんだっけ。いや、サモンは使わないと思う。ホールグミヘルプ行きますっつってんの。これやれる。一回あれに引かないかな、あの橋の方に。ノースカラナの橋が近いんで、そっちまで引いた方がいい。あいつ足めちゃ速いんだよな。そうで追いつかれるからな。マジか。あいかにとか、どこ行け。できればプルはバードが望まし。でもそう書いてあったっすね。あ、本当。はい。バードが回答しながらじゃないと結構、何回か食らうチャットも痛いって言ってたらしい。うん。OT、まあ、から来てくれるって、エリフさん。札幌に頼む？そうね。あ、札幌さん、うん、そうね。に頼む。51やから行けそう。札、う、幌、ん、さんがカエソラにバインドしてるって言ったっけ。いや、カエソラか。カエソラのあのポップポイントにバインドしてるから。そんなコアなところだった。あのカエソラの外じゃなくて FOB じゃなくてカエソラのあのジルゴスの後ろのあのセーフポイント、うん、そうあそこにバインドしてる。ああ、ここか。はいはい。橋のところでいいのかな。ザルゴスか。うん、そうじゃあとりあえず移動する？いや、集まるまで DH。 ああ、そうね、うん、集まるまでちょっとやろう、ギリギリのやろう、うん、で、多分両方倒しながらやることになると思う、うん、
怪我させた。ブラザーあれは。ポップしたら、ポップしたら。でもこいつめっちゃロームするらしいっすよ。それは俺が引っ張ってこなしょうがないってことやな。なるほどね。とりあえず今僕は止めてるんで、入るでめっちゃ止めてるんで。それ緑のライン上あたり、ね、緑から若干外れたとこ。もう端からずっと下に行ったら緑のラインがあるでしょ。それのちょい右に外れた。ああ、じゃあもうすぐやね、ほんまに。そうそう、そうです。じゃあクイルがポップしたら、端の方に引っ張っていけばいいよね。そうね。それかもうマーシェルだけめっちゃクイルに端を殺しに行く。間もなく GL、足、BL にいた方がいい、そうそうそう。はい、足早い。いろんな人来てくれて、やばい。泣くかも俺。みんな移動が早いなって。取ってから泣いてくれ、うん。うん、そうそうそう。そう、LD したら別な意味で泣いてしまうから。そうそうそう。ずっと言われるぜ。俺たちに、うん、リーフ2世の称号を授けるよ。いやまあうちのリエの文句たちは不遇やっつって伝説が嫌な伝説が残る。リュウさんこの間それを全部清算したのばっかりやのに。POS でやっと拳を取ったのに。いや俺一回走に走るんで、GL 待機組に渡していいかね、入るって止めてもらって。あ、そうだね。めっちゃパないから、殴りも、足も。あ、じゃあもう俺たちもそっち行こうか。行く？もう行く？うん、移動しよっか。はい。俺、足遅いから、もう移動するわ。私まだそうがないから。そうが入ってるんで、今のうち。ポーションあるんで。プルいります？いらんいらん、僕はやる。掃除さん、ちょっと離れて、矢が届くギリギリまで離れて、矢打ったら、もう後ろ振り返らないで走った方がいいよ。了解了解。で、うん、あれも入れとく、ディスクも入れながら、もう殴られてもいいよな。でも、こいつ、タマンするからね。タマンするの、こいつ。うん、61でしょ。まあ、うん。一人誰か来てくれ、逃したらちょっと怖いんで。竹尾さんがいいや。どこに？今から6を言うんで。400ダメージ4発とか普通に来るらしいよ。来るね。1つの攻撃4回。9、3、8、3、7、3。そうだよ。トリプルどころか。俺来たよな。クリリック俺だけ？グリーンだとこいつ50なんで、そこまで。いやいや、もうレベル上がってる。俺から見て赤や。おう。61やろ。うん、多分。倒せんのか。シンちゃんと俺だけクレリック。そうやね。いるよ、ナスにもいるよ。ほんまに、サッポが、カイトしながら、ってことや、ね。殺すしかないんじゃないですか。ソルさんも来る、はい、僕はもうちょっと待ってくださいね。カイトしながらペットを消しかける。ちょっとこっちか。938って言ってたよな。そういう状況になったら殴る人がいるからな。今掃除さんそこにいるんですか？僕は今送ってくれたところ。はい。うん、ヘリで止めてるずっとあいつブラザークイーン。もうちょっとで着くと多分オントラックで見えたんで。はい。これが楽なのよ。これがないとようやらん。リーフさん。WC。来るかい？うん、WC。
ありがてえ、ありがてえ。けえ。あ、なんかライオンのネームドっぽいのがいる。うなついた。切る。そんなやついたっけ？確かに。切る。何も。俺もいたっけと思って。グノー。そうじさん、あの、そうかけ直す。かけ直して一応。あと6分しかない。切った？あ、切る切る。ほら、見てこれ。俺の画面見てよ。これネームドでしょ？はい。え、入り、ずっとして、入り。はい。で、僕はちょっと遠くからプルするんで。確かにネームドですね。ネームでしょ、これ。グループこれでいいかも、このまま。ああ、うん、いいと思います。これはハイクオリティ。じゃあ、いきまーす。はい。きた。逃げたすげえ早い。消えた。すげえ早い。すげえ、あの、うん、あの。でも、あの、あれで。竹尾さんの視界から一瞬で消えた。でもウルフで追いついてるよ、僕。あ、ほんとだ。ほんとだ。うん、抜かした。ほんとだ。来た来た来た。あ、来た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 。いや、私様はゾーンしますんで。はいはい。で、入りで止めてらいいわけね、うん。そうそうそう。うん。マーシャル、入るって止める？誰でもいい。うん、誰でもいいんだ。ただ、2、3人で入るって止めてる。指が痛いだけ。うん。まあ、みんなで止めてるから。カチャカチャ。カチャカチャ。チビチビ、チビチビ。チビチビ、チビチビ。ネズミだ。ですよね。なんか鳥って言われたんですよ、この間。嘘やろうと思って。鳥はチュンチュン。いや、チュン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 。俺疑問形でチュンチュンって言うの初めて聞いたもん。生まれて初めて聞いたもん。そんなバカなみたいな感じ。これタクティクス任せますね。案内、僕わかんないんで。いや、これ何回とした方がいいかな。前は普通にやって。でも61になってやってないんで。前っていうのは51の時？そう。だいぶレベル差あるから、ちょっとハイティングがいいだろうけどね。ソウジさん、こっちもバフする。あれだ。そうよね。確か、バードで回答して殺すみたいな感じで書いてあったんですけど、それって可能なんかな、実際。いやー。じゃあまず普通にやってみようか。バードで回答ってことはさ、サモンあるでしょ？そうですね。サモンあって、殴られたら、ダウンされて、一瞬で死ぬんじゃねもう少ししたらリーフさん来ますって。よし。あ、でも、ベッキー集団も来るって、エルフが来るって言ってましたよね。うん。じゃあ、タンク2つと、あと、ペットで殴るのが無難か？で、CCH？ 一回普通にやってみますか。そうね。できたら、うん、できたらエルさん来てほしいな。2枚あった方がいいやろ。ああ。死ぬな。エルさんで来れる？ベッキーさん。確実に多分、あの、ウォリアは一人死ぬ。いやー、なんかこう、シャームペットがいればいいんだけどな。あー、そうやね。ダメージ。DPS。ダメージ、これ、確かにこのメンツやとダメージが。シャームペットなんかいるかな。多分、穴切れになったらほんまに。CH ね、多分、俺も死んじゃうもん。8回ぐらいしか無理なんよ。
連発すると。家庭でって、あ、片手でやってしまえて。なるほどね。グリムロッドで35だ。トレントブリッジ、トレントがめっちゃ来た。ちょっと離れとく、俺クラブ。あ、止まった。立ってたらまあなんともないと思う。うん、そうだね。もうグリムレベル的にね。結構な距離。確かに。これをチャームしろと。ああ、いいかもしれん。いやごめん、間違えた。うん。俺に言われても。あれにしちゃった。テレビにしちゃった、間違えた。消えたか？無理かな。アビアクルークが一番強いんだっけ？スローも確か入らんからですね、うん、こいつ。マジか。むちゃくちゃ痛そうやな。400とか食らうんで。クレリック2で足りんのか、ほんまに。しんちゃんいる？しんちゃんいるから。ナスビーがいるんで、チェインは3でできる。うん、3名。あと、アズさんが今、変えそらやな。うん、ないな、多分そのままキャンプ引き継いだんやと思う、うん、マナストーン使う？死ぬない、ないから。いや俺持ってるからさ。猫さんに渡して使うかっていう。あ、エルさん OT で死んだ状態なんで、あのベッキーさんで来るそうです。え、また死んだ。CCH やな。逆走ってた。もうすぐサウスカロライむしろこの人がリーフさんだったんじゃない？そういうことか。あ、そういうことか。ブラザーの情報を見てみるか。肉団子なんですよ、こいつは。それしか書いてなかったですね。殴る、ストローク期間。DTV や。ちょっとトイレ。はい。口笛の拳の僧侶って書いてあるよ。Google で。かっこいい。誰か一瞬、ヘイルを引き継いでくれん。ちょっと、まあ、いいよ。一瞬トイレ。OK, thank you, thank you.
でもダメージ与えんかったらサモンされないでしょ。されるの？うん、と思う。ダメージ与えなかったらサモンはされない。スレッドソング的なやつでぐるぐる回す感じな？そのバードカイティングっていうの。いやわからん。やったことないよね、バードカイティング。倒す方法は書いてないな。書いてないね。うん。ウィキには書いてない。ヒットポイント2万とは書いてあるけど。2万や。AC4 個なの。AC はそんなに高くない感じだけど。高くないね。うん、でもペット、好みなとこあるよね。リーフさんにバフ。アルカザムも見ているか。ああ、ニューグラフィックになってキモくなってる。DM 切れちゃった。まあいいや。ああ、そうか。エンチャンターがいても、こいつに対抗できるようなモブがおらんねんや、よう考えたら。うん、そうなの？なるほど。ほんと、ネクロと、ネクロペットしかおらんのか。マグ？うん、マグ。スロー入んないんだったらタッシュ入れて、あとヘイスとか？そうね、みんな殴るしかないな。うん。ネピアさんは？あと騎士様召喚して一瞬殴られるだけに。なんとかするっていうと。もうみんな来てんのかな？そうね。参加者は来てるはず。やってみる？うん、一回やってみるか。ちょっと待って、マーシェルがまだトイレから帰ってきてない。あ、はい。すいません。戻ってきた。戻ってきた。あ、いっちゃう。あ、間違った。リーフさんだった。やめなさい。誰かやると思った、それだよ。LFG のままだよ、リーフさんは。ちょっと誰か入れてあげようよ。うちに入れ。リーフさん、インバイトした。13名か。反応がない。3ヴェリオス60ウォリアー2クレイク6360ローグでやったって書いてあるっすね。60何人？計6人っすね。ああ、じゃあ13人おればなんとかなるかもしれない。うん、じゃあもういいかな。リース入ってくれた。リース入ってた。じゃあ行くよ。5秒コールするよ。はい。はい。行きます。やべ。リュウさんとか行ったな。FD! マジか、全然ヘイトが取れん。殴るの早すぎなんだ。これ、損傷がいいんじゃない？FD! よしよしよし。
ヘイトが安定せん。オッケー。ちょっと武器変える。いやこれ無理やな。入った。ナイスナイスナイス。今 88% 相手。はいはい。頑張れみんな、殴れ。は 84% CH 3秒前入った。 OK今 80% 今ヘイトが安定してるから思い切りいけるはず。うーいって、あーいってー、それ無理、生きれてる、間に合った、よっしゃー、間に合った、間に合った、ナイス。もう一回もう一回どんどんやって、できない。まあなんか。あと2秒。ダメ。開いた。開いた。いった。開いて66本。入る。入った。マナ次第やな。もうあれどこ行った。ああごめん。飛んで飛んで飛んで。これローヒットポイントで。ああローヒットポイント。すまん。30メガしかない。さあ厳しいな。まだ63パーや向こう。いや死ぬ死ぬな、これ死ぬな。はい、これ最初、ああ、一回リセットしない？ダメか。いやいいと思う。ちょっと俺が死んだらもうみんなゾーンして。うん、いやもう誰かゾーンして入るで止められるようにしといて。そうなんですよ。うん、ああそうそうそうしようそうしよう、うん、ゾーンして。あかまだもう誰行くんすか？誰か入るししてし。あ、ゾーン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 します。はい、すぐ帰ってくる。うん、戻ってくるのに時間かかるから。痛すぎ。 50%60% ぐらいかな。60マック。でしょ、またせ、ちょっと待って、あ止めてる、あ札幌ちゃんズが、ちょっと待って、しんちゃんが止めに入ったな。ヘイト乗ってなかったんだ。行くわ、ちょっと待って、僕ちょっと引っ張るね。いやもうそこでヘイルしとってくれていいよ。めっちゃサモンされた。あかん、死んだ。やっぱサモンある。俺が行く。DA。そうね、その通り。ちょっと誰かヘイル。これは FP のバンク前ですな。あ、そうで、僕はそうです。はい。いえ。今、レズもらいました。じゃあ、その間に。可愛いお姉ちゃんが踊ってるところ見よう。何見てるんですか。え、いや、スイッチですよ。あ、いや、大丈夫です。大丈夫ですよ。本当に本当に本当にスイッチですよ。すいません。大丈夫です。すいません。俺が聞いたところが悪いですね。すいません。本当にスイッチですよ。ちょっと誰かヘイル死に来て俺レズできへん。ちょっと待ってね。タケルさんが。今竹雄さんがノロノロ。今橋の上？あそこか。めっちゃ遠いな。めっちゃ遠いな。
はい。はい。削していきます。そうね、うまくいけば。リーフさんが初めに死んだのにちょっと痛かったね。そうね、多分ちょっと待ってから入るしかないかもですね、これは。うん、俺もプルしたもんね、最初。うん、ヘイトが安定するまでは突っ込まないようにしないと。DTV と一緒や。あれか。それも初めから CH はもう唱えてもらった方がいいかもしれないね。うんうん、いきなり始まる瞬間から CH。そうそう。あの、殴る前から始めないと。そうね。もうカウント。エンゲージした瞬間にやらないと。おいしそうだな。おいしそうなマカロニだ。あれ来てるよ。レゼ来てるよ、皆さん。おお。何マカロン見てるんすか。押せ押せよって言う。押せ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 。押すなよ押すなよじゃなくて。押すなよ押すなよ。わわわって言われて。ちょっと押したよ。あれ俺たちの声入れとってよ配信に。僕今配信してますよ。あの声入れ。今回は。押すなっていう王将がね。あー、おっしゃったーっつって。え、あ、そうそうそう、あー、え、なになになにめっちゃ EQ どうでしょうで、ね、配信してます。こいつ強いな。強いよ、61だもん。400連続はやっぱ HP バー消えるね。消えるね。まあ DTV や要は。まだあれ、じゃああのシャーマンじゃない、あのプレディックチーム作る。しんちゃんがちゃんと MT2 チーム作らんとって言って。そうね。他の人たちヒール多分いらんもんね。ウォリアークレクレクレバード。どうしようか。かな。でマナソング、うん、でタバサにもう誰かにマナを注入するようにするとかですね。そう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 、スペル入らないって書いてあるからです。だったら無駄にあれですね、多分。じゃあこっちディスバンドするかな、うん、あ、ちょっと待って、僕が入ってきたらリーダーなんで。で5秒後、5秒をあのウォリアーだけアタックして、5秒経ったらアタッカーがアタックで、ヘイトを固定して CCH っていう。うん、まあコールは武雄さん頼んでもいい。やるわ。うん、多分 MT は余裕ないしさ。いやもういやもう入る入る入るっていう祈るしかないから。当たり見よう、当たり見ようって。そうそう。そうですね、レースします。やばーす。いや、ペドさん以外抜けてもらえるかな、みんな。あ、じゃあ、ナスさんも、ナスさん以外、ペドさんとナスさん以外。竹雄さんとリーフさんもかな。僕スペルもメモれない、はい、でサポさんとしんちゃん入れて、いや、ほんと偶然クレできててよかったな。役に立ちそうだな。絶対 SK より役に立つ。はい、よく倒せた。前51だからね。そうそうそう。あ、アズさん来た。
たわー。これで勝つる。これで勝つるわ、本当に。いや、あずさんイベた。またしんちゃんイベて。私の死体に入れぞ、誰が。大丈夫だよ。わかってるよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。見える、見えるようにするよ。ほら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 。オッケー。ちょっとヒットポイントを、回復したメレーで、ハイルキープをしてくれへんかな。ちょっと待ってね、行く行く。というか、こっち引くわ、一回。はいはいはい、了解です。そうあります？多分、ダメだわ、サモンされるから、DA かなんか。今、もう、ヒットポイント満タンなんで、うん、待ってるんで。フルになったら大丈夫だったっけかな、一回サモンできるようになったら。ダメだったよな。ポーズ何秒ぐらいかな、CH。3秒ぐらい？ 3 でいい。まあ、3やな。あのタイミングだと3やわ。450って言ってましたよね。ソウジさん、ダメージ。はいはい、何が？ダメージ、食らったダメージ、450のダブルや言ってましたよね。いや、300何本やったよ、最高。じゃあ、360。3秒で OK。DTB が500、600 のダブル、トリプルなんで、それと同じでいいです。スロット4。3秒、ポーズ3秒、ポーズ3。ちょっと待って、ちゃんとダメージ、これ10ミリ秒やったっけ、300やったっけ。じゃあそうそうそう、どうすればいいの。最高で232とか食らってるね。あ、もう232がマックスやね。ああ、じゃあ全然 DTV より弱いんで大丈夫です。クレ3いたら勝てます。前の人がキャストしたら3秒後ってこと？そうそう、ポーズ3でネクストなんとかっていうで DTV、CCH の順番決めてね。でクレ3で CCH でいいんで、でナスさんは緊急用のヒールで。ああ、そうね。うん。3人で CCH を組んでください。それはペロさん任せます。うん。俺 SH までしか使えないけど、それ連打でいい感じだね。やばそうだった。うん、そう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 、それでいい。うん、半分。そう、7割き、7割切ったら、うん、SH 連打だ。ちょっと走りに寄せる。よろしくお願いします。フルするよ。はい。そうもらった？いや、漏れてない。自分、J ブーツしか持ってない。J ブーツだと追いつかれるわ。いや、ギリギリ届くところから遠い。オッケーオッケー。じゃあ、武雄さんちょうだい。そうちょうだい。はい、ちょっと待ってください。うん、入る今変わる。あれ、誰かいないか？誰も、何もメモってないんで。あれ、おとりさんいなかったか？あ、なんかキャンプを取られちゃったけど、まあいいや。本当だ、切りまねって言ってる。でもこっちの方が大事。はい。入るお願い、入る。ああ。あ、ちょっと一応飛んどこ。間違った。ペル間違ってる。うん。じゃあ一旦寄せます。いけたー、行った、来てる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 、行け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 、行った、水の中や、水の中入った、上行った、いや見えない。あ、ごめんごめんごめん、どうしたで、止めてる今切った。ああ、止めてる。ああ、そっちか。じゃあもうちょい聞かなきゃいけんかな。いや、ここでもいいんじゃないですか。ああ、間違えた。リーフさんだった。ちょっともう一回引こう、1。これ戦いにくくない？ゾーンしにくくない？
ちょっと待って、これポーズいくつ ?3。ポーズ3で3秒 ?3 で3秒やと思うけど。これミリやなかった?DTV でも 3でいける。3は短い。まあまあ3ぐらいでいけるんで。あ、ちょっと待って、確実なのがある。ちょっと待って。前作ったやつ。いやいや、ポーズ100で10秒なんで。あ、じゃあ100ミリで3秒。30か。これ間違いない。僕はいつもバンドエイジで使ってるやつ。僕が結構持ったからな。ちょっと殴られてた時死ななかったのか。あれ、これ DTV やったら一瞬で死んでるんで。ごめん、ちょっと橋の上に引いてみてもいい？ダメ？いいよ。無理ですよ。いいする。パンキーも出てきて。あれ、30じゃ全然3秒にならへんな。マジ？ 300 かな。ちょっと、登ったのを確認してからあれする。よし、登った。めっちゃ減ってる。やべえ、360くれて。いいとこで止まったな、いいとこ止まったな。背中から食らったら360食らうな。そうな人パンキックにリゼネ。STR バッファー。CCH の時間3秒って伝わってるかな。ここのグループ制で言ったらでもみんなわかる。そっかそっか。なけなしのリジェネ。あ、そっかそっか。あれ使ってて、あのディスク使ったけん360から35% ダウンで232しか食らってない。ああ、了解了解。なるほど、なるほど。あと、アタッカーは、あ、ペットか。あと、土壌さんやな。のはず、ポーズ30のはずないけどね。Get invites。DTV ってどういう意味？デラカーザ・ビンディケーター。あの、ソブノムなんですけど。ポーズ30やと全然3秒にならへんで。3。3やったらどう？ 3 やったらすぐ制してる。制っていうか。他の、あのマクロ使ってたら、あれ、全くマクロ発動してない状態で言って。じゃないとそのポーズ30がずっと生きたままになる。ポーズさんで行かないですか？ポーズさんってなんか早く行ってしまって。30やったかな、CCH、うん、これも。ちょっとテスト。
ポーズ3で次の行にネクストなんとか、それともカンマ、いやカンマじゃない、早いな確かに、30やったかな、ネクストしんのすけ、ちょっとテストしますね、あ30やわ、ポーズ30、こういう感じ。あ、OK、OK、言ってた。うん。これバフ終わってんのかな？バフもらってない。まさか、レンジャーで CCH マクロ組む日が来ると思わへんかった。テスト。CCH テスト。マクロ、マクロだけでいい。ああ、まあいいや。できるんかな。ペロさん、できます？ん？ CCH のテスト。あ、まあ、アズさん来てないのか。アズさんいるよ。ああ。で、グループ組んでるんだったら、CCH のテスト、うん、もうテスト終わってる、終わってる ?OK、 じゃあ、うん、バッファーアップしたらスタートで、自分になると入れとこ、タッシュとか入るんか、いやタッシュでもスロー入らへんから意味ないんか、そうね、スロー入ったら楽勝やろな、あスロー入ったら楽勝やろ、楽勝だろうね、もう SORZ 並みに楽勝やで、ダッシュしてインクゾーンしてたようなって言ってる、それやってもやってみてもいいと思うけどね、うん、それやってもいいと思う、うん、ダッシュしてインクゾーンして失敗したらファイルキープ、ね、まずじゃあ初めそれしたがいいね、あのダッシュ入れてゾーンしたの見て私は攻撃したらいいね、うんうん、タッシュ入れたらすぐヘイトは取れない、どっちが入れるか、リンジャスさんでいいかな、ネムさん入れる、ネムさんで、ネムさんお願いします、うん、今あの CCH 投資でやったけど問題ないです、了解です、じゃあネムさん戻ってきたら
クレズ。クレズマナと。CH is 4セコンド。打ってきたらスタート。CH3 秒でやってみます。ナツさんはあれ遊撃じゃないあれ、うん、サブヒール。サブヒール。サブヒール。あの車なんで回復させてくれ。うん。で、俺たちはサッポさんの周りにいるんで、セイが流れちゃうな。そうなんよね。セイ別ちゃん別ウィンドウにした。できればあのマーシュルはあのスタンハンマーはやめて。あのヘイトトラン武器がいいかもしれない。アグロなしない武器でお願いします。最初10秒ぐらいはもうソウジさんだけで、うん、かな。そうそう、5秒でしょ。5秒、はい、うん、外しました。 OK2 ハンダーでいきます。 OK、 僕もあれでいこうか。あの2ハンダーでいく。OK、 スタート。いいね。じゃあネムさん、ネムさんお願いします。オッケー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 、行きまーす。はい、ちょっと待って、リンです。何やってんの。攻撃者1、2、3、4、アタックスタート。よっしゃ、入ったー助かった。エースヒール挟んでくれたから、あれ助かった。ああ、俺カウントダウンして殴るのかなと思ったのに、いきなり殴り始めたから、あれどれだっけどれだっけ。CCH の一番目って一番緊張すんね。はい、もうソブモムの練習やと思って。今 80% で端から落とさんようにね。うん、 70% 切ったらヒール入れるから。敵今 70%。 うん、いや、あの掃除さんが。 OKOK 分かってる、うん、間に合うかどうかギリギリのところ。ええ感じやで、削れてる。60%。クレのマナは50メガ。うん、いける。敵今 50%。 ネモさんも殴ってる。殴れる人みんな殴るんだ。敵今 40%。 まだエネージーあるんですか、こいつ。逃げモードになる。いや、なかったと思う。敵 30% 切った。OK。
あのクレの、CH 範囲から出ないように総司さんコントロールしてください。分かった。敵今 20% 向き変えれる、向き変えるよ、はい、うん、そろそろもう 10% しかない。 CH 無理。 OK。 15、敵15、14、13、13、12、まだない、まだない。テンパー、テンパー、8、7、7、6、5、4、こいつも逃げモードならんな。4、3、2、1、1、5M。 もうすぐ、もうすぐ。あとナイスワーク。よっしゃー。どこが、どこがあれ、ファンキー、やったー、おー、グラッツ。もう早く拾って、 LD するやったー。 GG って見てる人から、やったぞー、おー、おー、やったぞー、まだ脱いでないぞこいつ。お僕がスレイン取った、イエーイ。やったぜ。なんてことを、これそこで LD してほしかった。なんてことを。いやー、これやったー、やったな。え、2枚あると、違うよね。いや、違う、普通ルートしたら脱ぐんやけど ね、 ね、そうそうそう、やったー、やばい、今日これに入ると思ってなかったっすわ。やったなぁ。What？ これ人数いたら DTV できれないんけどなぁ。あともう1クレイいたら。あ、でも2クレイか。なんだそれ。やばい。何？それなんだ？何に使うんだ？もう使わないのか？多分、それ最初に。ベルトをもらうためのあれですね。多分最初のあれ、初期のあれだと思うんですよ。捨ててしまった人用に。レビクローク取りに来たら、うんこローブゲット。確かに。してしまったよ、みたいな。やりましたね。すごいっすね、もう。言葉にできん。やばい。ローブ取れましたね。取れたなぁ。やったー、ありがとうございます、皆さん本当に。でんよ、じゃあカメラに向かって、俺が見つけたんだぜ。うざい、うざい、うざい。イエーイ、やりましたね。間に合わなかったって。いやー、エルさんごめん、しょうがない、エルフ間に合わなかった。いや、これでうちも CCH の経験詰めたんで。確かに。エルフさん、なんかポーズ30は3秒じゃない気もするけどな。そうね、なんとなく。ちょっともうちょっと遅いかな。まあいいや、この EQ 基準で。あ、これ誰でも拾えるんだ。拾っていい？あ、全然。あ、こいつやっぱ27分や。あん時やっぱ51やったけん、7分ですぐ消えたんだよ。うん、はいはいはい。LD した時ね。ほんまや。30分ですもんね。そうそう、55位だったかな。あ、いけるんやって。大丈夫。じゃあ僕らはどうします？ペガサス続きします？キャンプ。任せる。もちろんだよ。ペガサスは今キャンプだっつってなかったっけ？うん、言うてたけど。あの、いや、OCC。OC で。3つ押さえたらいいんじゃない？うん。とりあえず。さあ行こうや。じゃあ僕半島
しますね。ちょっと待って、総長大層。あ、そう、こう。ナスビーと。私に言うのが。うん、あ、ちょっと待って。あれする。みんな、アズさんちょっと抜けてもらう。インバイトして。僕、今、ソロなんで。だけさいでる。ありがとう。マーシル、そうないよね。できてます。大丈夫です。ペルさん、ペルさんもいい？うん、おるよ。あ、いや、そうは。うん、大丈夫。あれ、抜けて抜けて、パンキー。あ、じゃあ、総長ね。あ、ちょっと待って。今、CC した、Looking for a Brother 中。最悪だ。最悪や。最悪だ。かわいそうなことをしてしまいました。最悪だ。ここは、無言で。無言で。じゃあさっきの場所行く。はい。じゃあ僕は半特攻をしますんで。すげえな。ついでにブルー俺スイープしようか。イカゲルさんありがとうございます。すごいな、まさか倒せると思わんかったな。本当ね、うん、あんなさっくり倒せると思わなかったな。まあアズさんには感謝や、ね、いややっぱりね、アズミノシンがいないと無理だったわ。もうあれメレでいけたんすね、すごいね。これなんか宇宙のバードが回答してペットでみたいな感じで書いてあるから絶対無理と思ってたんすよ。いや、60のバードで回答してもさ、サンボされてスタンクだったら死ぬんじゃねえ。まあそうだと思うんすけど、なんか、ね、ダメージ与えずにスレッドを稼げるんやったらサモンされない。ダメージ与えないでスレッドってこうヒットポイント減らすってこと？スレッドソングみたいなやつあるやん。そう、ある、なんかある。ダメージ与えないでスレッドだけ稼ぐっていうやつ。へえ。それで PL なんか、はいはいはい、ブロック、ブロック。あれがバードの PL なんだ。そうですね。だ敵を近くに連れてければ、もう、ヘイトで。えぐい PL ですよ、バードは。うん。いやなんかバードの PL、ちょっと聞いたことあるけど。どういうふうにやるのかよくわからんかった。あ、すぐ集まった。すごいびっくりした。まあ、ここシャドウさん、リーフさんにはもう感謝しかないな。ありがとうございます。今聞いてくれてはると思うけど、僕からもちょっと言わせてください。ありがとうございます。皆さんのおかげで、僕はみんながいて僕らがいるんで、やっぱりいろいろとタイミングが良かったね。これ昼間だったら無理だったしさ、人がいなかったからね。逆に先越された可能性はあるっすもんね。あれは何分ポップなん？いや、PH があって20分に PH がスポーンするから、なんかそれを殺し続けないといけないんですよ。その人がポップするまでは。それで、たまたま運が良かったって。そうなんですよ。通りすがりの時もレース行くんですけど、ヘイストのやつおるんやけど、そいついざ、ポップさせようとしたら全然どれ出てこないんですよね。っていう。ヘイスティーフさんのベルト取ってたのも大きかったね、きっとね。ああ、それもあるかもしれない。でかいよ。ギリギリだったもん。で、ダガスの力もある、多分。AC20。あれもなんか BL の？やっぱり POS 行ってなかったら、タイミング的に無理だったかもしれないね。そうね、確かに。いいタイミングやって。あれも BL のさ、エクセルシートでもエルフのやつ分だ、レディーってなってるんやけど、あと渡すだけみたいな感じでいいんけど、あれ、全くコールが来ないんで、ちょっと、あれかなとは。だけもう来週、フィフスで撮るし。ああ、撮りに行きましょう、それは。うん、いや、撮ったらすぐ言ってくれる、向こうも。うんうん。SS 撮らなかったわ、俺。
興奮しすぎて。いやー、よかった。これは AC20。もう POH 大丈夫っすよ、もういかん。あの、POF 大丈夫っすよ、もういかんで。いや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 。アーマー取ったし。ここに欲しい人が2人おるけん。あ、ごめんなさい。すいません。いや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 、あの、もう僕らはいいんで。ブレーサー、あとブレーサー1個だけになっちゃうからですね。このローグってると。なんか、なんか、アップグレードになるけど、そんなに、あれですね。ライオネス1キル。はい。はい。で、エピックでそのローブ使うんでしょ？そうなんですよ。ああ、じゃあ、持っててもいいやね。POAF も。まあ、そうですね。うん、そういう感じで考えたら持っててもいいけど、まあ優先順位低い。カリフキル1キル。はいはい。カリフ。もうすぐスクエアつきます。一応スイープは終わり。了解。ありがとう。ここは何もいないな。マクが泣いてる。じゃあちょっと EXP グラインドしてくるよつって終わったらテレを送ってって。いや、だっていい。今週いや、わかんないとき、わかんないとき、ほんとわかんないからな。いやなんか、急にこっちの視聴者減ってきた。もうこっちが3人しかいないよ。しょうもないキャンプやってるんやな、お前らっつってね。一応、うちの方は、おめでとうございますって、おブラザー倒して、CH4 秒の方がいいんじゃねとか、プラス。あ、確かに、ちょっと余らせ気味やったな。そうね。HP。うん。で、マナがちょっとつきてきたんやな、うん。あれは完全 DTV の、なんかシミュレーで出て行ってたから、ポーズさんって言っちゃったんや。うん、プラス、なんだっけ、あの人、クロームさん。DTV なんて、だって、クリリック8人とかでやってなかったっけ？そうやね。人数でもポーズやっぱね、依存してるから、うん。だって、座る時間3秒ぐらいしかなかったで。そうだよね、ほぼメディテーションが効いてない状態やな。僕はもうレベルが65の時代でやってたから3人とかでやってたな。4人か。でも最悪。俺は80人ぐらいでやってたな。80人。で、久しぶりにマクロー君だわ。CCH の。うん。完全に忘れてた。うん。30やったかな、30やったかな。3位って言うと、早いぞって言われて、あれみたいな。ちょっと組んでみますわ、つって。あと、P99 なんか少し違うんだよね。チックがなんか、ずれてるんじゃなかったっけ？だから、リジェネもそうだけど、回復して減って、回復してみたいな。あれはなんかどうしようもないって書いてたね。うんうん。たまにラグるもんね。ルートしたモブが消えて見えなくなったりールート切れてすぐルート入れたらこっちまで突っ込んできて姿が見えなくなる。めっちゃこのライオンに遠いな。これヘッドバンドも落ちたんで誰かこれ意味ないっすよね。ヘッドバンド何どれくらいのレベルのヘッドバンドの途中までのやつだったと思うんですよね。確か赤が最後だと思うんですよ、ね。はいはい。サポさんの、サポさん文句も言ったよ。ああ、札幌パンチ。札幌パンチ。うん、そうそう。怖いね、そのレーティングが。もうとりあえず全部札幌なんですね。そうそうそう。
札幌ちゃんっていう名前が3つぐらいいるかも。もうどれか分かんないだろうっていう。札幌さんもいたよね。札幌さんもいたね。ビアのことでしょって言われたって。あ、札幌。うん、そうそうそう。でもそうね、なかなか北海道って言われないかもしんないですね。うん。地方の名前だっていうふうには認知はされてないんじゃない、世界的に。いやー、まあでも、世界有数のスキー場がな。いや、だから知ってる人は多分札幌で、あ、うん、日本じゃないみたいな。じゃない時には、でも、それ以外はもう大体みんなビールになっちゃうっすね。おお、すごいな。ウイスキーかな。札幌ビール。あーあー、ライオンに吸い付きる。はい。今、アビアクどころ。その辺は。あ、いるじゃん、ペガサス。どこ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 キープキープ。どこどこ、パンキーは行って、あの俺が緑のところをあの、今トラックで追ってる。ロケーション。あ、まだ行ってない。あ、いた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 。スネアで。いた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 。スネアで。スネアで今引っ張ってる。今、アビアク村まで来て。50% まで引、あの、50% まで。50% まで削って、ケースされんから。じゃあ削るで。6も言って、6も言って。マイナ7000の1000ぐらいやろ。5422マイナス5422の1484の23アビアクからちょっと来たやな。アビアク、もうさっきのあれ倒してる間に湧いたんだな。PH 倒したのか。明治さんがやってくれたんや、ありがとう。 50% 削った。はい、待ってるよ。そうじせいと You wanted to doBe my Valentine。 シトラスクロームさんから。俺も初めて見たこいつ。マジか。ソウジさんにあのシトラスクロームさんからメッセージが来たんです。ああ、なんて今見始めた。一応お礼を言ってこ。多分特別な人になってっていう意味なんじゃない。そうじゃ、あなたが私のバレンタインになりたいと言った。みんな僕の場所分かる。そうじは、あの多分俺の特別な人になってって俺に言ったか、あなたに言ったか。はい、5044ですよね。うん、5044のえっと1468 1 4 1 4。 OK、 行くのはあれだけでいいって、マーシルだけでいい。マーシルだけでいい、うん、うん、俺今緑についたんで、うん、ここに死守する。パンツって可能性もあるから。そうそうそう、残念パンツの可能性があるからね。あ、え、あれがあんの、残念パンツがあんの。いや、そうそう、残念パンツがあるだけ大変だよこれ。あ、そうなんや。8分の1ぐらいの確率だし。そう、あのクイルメイン読んだら、ルートの横読んだらグッドラックしか書いてないですもんね。え、8分の1の確率でしか出ないの、クロック。そうよ、そうよ、そうだよ。マジか。マジだよ。だって一発出たやつは次にあれルビーピービーって40時間かかったよ。うん、8分の1。クロークは8分の1。残念パンツの可能性あり。ほら、8個ぐらい持ってみて。リフさん。リフさん8個だったら少ない。いや、引いてない。そこにいる。そのさっきのロケーションに。あ、オーケー。あの、リジェネしてるから、僕は。あの、ヒートメイト減らないんで。うん。今、アグロ取って攻撃受けてる。すごいすごい。同じチームやけん。殺してもすぐルートできる。うん。
スニアがオフした。もう一回スニアします。はい。はい、あ、マーシェ来たと思ったらアビアックだった。黒いやつだった。黒いカラス。獣違い。獣違いだ。そう、まあそういうことですよね。一応トカゲやからですね。うとしてみた。この坂の向こうかな。あ、トカゲはなんつったっけ。こっちフォローが行った。来た今。あ、シトラストロームさんが竹雄さんをあれした、うん。ありがとうございます。今こんな感じで。ビッツプリーズって言って、え？ビッツプリーズって言って、ビッツプリーズ、BIZ、え、走ってるんやけど皆さん見えないっすよ俺。じゃあ一人だけあのおるの、武雄さんとペガサスが見えるはず。え、どの辺今？いやマイナス5000、1000あたりですね。チェスティング。じゃああと400ずれてる。全然要は星の真ん中の星ぐらい？エビアクホーム見えるんやけど、坂のあのアビアクの村のところの建物の坂登るとこあるじゃん。あれそこの近くというか近辺。オッケー。いやダメや。オッケー。そこまで来たらもうわかるはず。ライオンのネームで本当におった。いたしょ？いたしょ？あーってことは緑のパス状の下から1個目の、そうそうそう、あのあった。おった？いた？じゃあマーシャルキリして。いけー。こいつ初めて見たわ。僕も初めて見た。このやつは殺されたことは何回かあるんですけどね。あの、あのどこのゾーンやったっけ？ POS？ レスフェーダーですね。オッケー、引いてくれ。何回か殺された。あ、いけー。もうやめよう。ゲッチャーズ。あ、入った入った。拾いたくないです。残念パーツ。はい、拾いたくないです。誰かどうぞ。ロアリンク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 。いやいやダメでしょ。はい、元に戻って。はい、もうアゲイン。もう一回やるで。これで6分40秒後に、あの、各ポップポイントにあれが PHP だ。おしっと、I'm bastard。 はい、アゲイン、もう一回やるで。緑に戻ります。はいはい、はい、緑をおるけ。今、竹尾チャンネルさんも一緒に配信させていただいています。はい、はい、竹尾チャンネルは全部声入ってます。みんな余計なこと言わないように。竹尾チャンネルさんの、あの、It's please、 映像押すなよ、It's please。 竹尾チャンネルさんのあのあれ画像を配信しています。 EQ どうでしょうになってます。ちゃんと詳細までちゃんと出しとる竹尾チャンネル。俺もツイッチ見てればあの2つ同時に見えるからよかったわ。竹尾チャンネルってこれどうやって出すんやろ。 ID 何やったっけ。ID? ID、スイッチ、スイッチ TV の後はスラッシュ、タケオアンダーバー TP。パラナ、やばいゾーンっすね、これ。やばい。なんか、
馬車かなんか欲しいよね。馬車。またフォロワー出た。あれでしょ、そうより遅いんでしょ、そして。それは辛い。それは辛い。テロタンズ、ナウフォローイング。誰やこれ誰やこれあなたです。テロタンズ。走っても走っても絶対たどり着かんやつやろこれ。Get tells. Get tells. まだ全然遠いわ。モスカバードとバードソングとヘイストがエグいって書いてた。あの。あ。エルフタンから。あ、見に来ますよ。マジシャンの方。おお。うん。来てますよ。次のポップでまた出るかもしれないので。あ、なんか、Did you get the cloak? ダンパンツ。めーつって。めーつ。めーつ。みんな使うんすね、めーって。こういうのって最初意味わからんけど、だいたいさ、みんな、こういう時に使われるっていうので、パターンで、ああそういう意味なんやっていうの。そうですね、徐々に徐々に分かってくるんですよね。この今コメントで英訳ができへんからさ、海外の人たちにはちょっとあんまり優しくない配信なのかもしれないけど、こう日本人プレイヤー、元日本人プレイヤーの EQ の昔プレイした人たちが見てくれたらいいなとは思う。ライオン1キル。いいね、いいね、みんなわかるんですよ。気持ちが世界共通。そうそうそう。そうそうそう。あの、何言ってるかわかんなくても、映像を見てれば何やってるかわかるからね。やってた人は。確かに。カラナでライオンとゾウを飼ってたら、ああ、あれだな。あれ、今、クリフ、通り過ぎてったぞ。クラスクって何なのこれ。はい。クラックラスクってネームどこれ？あ、ちょいちょいなんか変な。いるね。なんかね。ゾウのネームどか？あ、緑に向かってますね。はいはい。今スイープしながらキルしてます。はい。ちょっと明日あれに専念しよう。マップとかいろいろ。入れるようにしよう。本当に便利や。トラッカーってよかった。まず一つ。おるやんけーみたいな、そんな感じだった。いや、ローブ取れるとは思わんかったな。うん。俺も予想外ですね、それは。遠い遠い。未来のことだと思う。そのスペック見せてよ。どんな、僕知らんわ。あれ？ローブの。ローブのリンクを見せてください。ロストサーク。わあ、けえー、な。名前がかっこいいもん。うん。HP50 はすごいね。そうだよね。デックスも上がるんだ。これリーフさんが着てるやつ今。そう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 、あとラフレシアと、ラフレシアは倒さないでこうクエストやったんでしょ。50時間近くかかってたな。50時間のクエスト死にかと。あ、そうです、この辺ね、その辺でちょっとグループ見よって俺も離れる、はい、多分もうそろそろリポップが始まるんで、エリートしたらそろそろ。で俺、あの、明治でラフレシアと一緒にデュオをやっててんけど、明らかに硬くなってたしね。ああ。それ着てから。おぉ。またさらに硬くなるってことやね。うん、あんだけ硬かったのに。ええな、マーシェル。いや、エクサの AC ボーナスがやっぱいけるんですよ。50超え始めから。ああ。俺多分リーフより硬い気が、あの、もうちょっとレベルが近づいたらですね。
超えるやろね。戦の方が絶対硬いんですよね。ただ、拳喧嘩になると、やっぱ、ヒューマンが強い。ディレイがちょっと低いんですよね。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。じゃあ、防御よりがあれか、戦か。なんで、まあ、ミンマックスっていうところだったら、文句、ヒューマン文句の方が DPS 強いですね。ああ。戦の方が耐久性ですね。はいはい。ゾウさん、借ります。はい。なんかブルーのスクエアは全然スパンせえへんな。あ、なんかね、その辺なんで結構ぐるぐる見ようかんと見落とす場合があるらしい。あ、ライオニス。ピキ。とかカーフっすよね。あれか。届かい。よいしょ。これあれやな、トラック。もうノーマルにした方がいいな。はい、いる。ノーマルの方がポップ順に。そう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 。アビアク村。今。そうよね、こういうのは。回復。そうね。突然の出来事ですよ。ラッキーやなぁ。出してどっかレイドしとったらこれ起きてないからですね。変な話。うんね。まあ、全てにおいて。みんなも、あ、じゃあ今日オフデーなんでちょっと寝ようか、みたいな。なっとったらなってないもんね。ゾウさん聞いて。超人か。ライオンに座いてる。一回やったんや、100時間通したの。でんやん。イフさん、キルした時も LD したし。ちゃんと成功法でやったわ、やった時も一回失敗したっていう。辛いね、それ。コンバインで消えた。コンバインで消えたっていう。うん、鬼仕様だからね。ライオンキル。それでも愚痴一つ言わないリーフさんはもう修行僧だ。普通悪態つくやん、EQ もクソゲームみたいな。そう、そう。言わないよ、ね。サポさんやったらもう、サポさんやったら切れてんな。クソ EQ 見えとか言ってる。サポさんだったらついに。ライオンキル。あともう一回ライオンがいい。回復を入れた。ちょっとマジで分かへんねんけど、これ俺見落としてないかこれ。俺も見落としてんじゃないかなと思うもんね。周りを常にぐるぐる見よったらいいかも。ああ。特定ポップポイントはなんかないかもしれん。俺は探しきない。なんとなく、あの、この辺っていう感じでずれるような気がする。ちょびっと。毎回違うような気がする。そうそう、毎回違うような気がする。ライオネスと、あれ、スポーンしてないもんね。エルフ、キャフ、こっち。はいはい。もうそれ見つけたらとりあえずもう殺しまくればとりあえず大丈夫。ゾウさん切る。俺の場合見落としても、竹尾さんがいるから大丈夫。竹尾さんトラックがあるから大丈夫。あれよ、竹尾さん、ライオネスとあれカルフね、うんうん。ライオンはいらん。ライオンはいらない。はいはい、そうじゃないと、あれなんですよ。あの、ノーマルでのトラックに引っかかっちゃうんで、まあ、回復、もう一匹ポップ。そんな安西先生はいりません。エルフもペガサスクロークをお願いしますって書いてる。ああ、そうですよ。エルフもか。そうなんですよ。今は、あの、あれだね、ホールで MT してるから次回です。あ、そう、うん、次回。タンクがみんないなくなるとキャンプできないから。すまんな、ごめんな。
今みんな聞いてくれてるのか。ライオネス。Get tells. Haste down. なんか心配な時だな。一回スイープしたいな、これ。あ、いや、僕はやってるんで大丈夫。あ、はいはい。三箇所全部スイープしてる。了解。クロックはまたキャンプしよう。エルフだ。うん、いつでも呼んでくれよ。うん。うん、こういうキャンプがあってもうん、あってもいいよ。日曜の晩とか特にみんな疲れてるやろうからこういうキャンプで。ただあの VC に入ってバカ話一緒に参加してくれてる、うん、嬉しい。まだ言うてはる。俺は諦めんぞ。そうですね。ベキ絶対いい声持ってると思うんですね。ハスキーやろ。ハスキー、ハスキーやろ。言うてないよね。すごい。ハスキーだと思う。ハスキー大好きやな。マーシャルの中でエルフさんはハスキーで、あの、武田さんの中でエルフさんはあれ、萌えキャラなんじゃ。エルフタンって言ってる。いや、萌えキャラではないってけど、なんやろ。萌えキャラじゃない。萌えキャラじゃない。じゃあ、俺、萌えキャラがご縁に一票。ゾウさん切る、okay. ライオニスポップしてる。また切りします。殺してる。ん？殺してます。お、あ、出た。はい、ポップした。おしおしおし、これして、これして殺して、うん、あ、出たらしい。そしてゲイパンツ。こっちは切りし続けるよ。スイープして、うん、いいよ、うん、いいよ。ドロップ。なかなかテンポよく湧いてるね。湧いてるね。だから6分40秒なんで結構チャンスは多い。うん、あの、エルフはあの、あれに似てるよね。あの、フロンティアマウンテンのキャンプに。ハイパンツ。で、あげるんで、あの、皆さん、ベンダーで。ベンダーでいるか、うん、あ、なんかサイクロプスっぽいのも見えたな。気のせいか。なんかアビアク村にめっちゃ湧くな、ポップポイント。そうそう、アビアク村の近くに湧くんだよね。うん、なんかこのルートも殺しておけばみたいなことも書いてある、ね。うん、もう強靭取っちまおう。硬いよ。はい、ゾウさん切る。今ゾウさん見えた。暇なんでフライドチキン切る。ライオニス、アスカ。懐かしい。よし、プロレスだよ。切る。長代ちぐさとライオニス、アスカ。そう。子供の頃よくあのゲーム番組に出てた。出てたよね。出てた。あれめっちゃ見てる。キル、ライオニス、回復。これもうパターン化してきたら全然いけるな。そう、楽やろ。うん。だからこそ VC でバカ話が必要なんで。そうですね。こういう癒しができるよね。しかも生放送。皆さん、バレンタインズデーどうでした？僕、バレンタインデー？みんなまで聞くな。はい、僕、めいっ子にもらいました。みんなまで聞くな。いいねー。俺は今日、一歩も家から出てないぜ。それも、なんか、いいねー。いいねー。やけくそやね。俺も何も今日もらってねえぞ。いいね。明日があるさ。明日が。マーシャル仕事行ってたんちゃうの？今日。うん、仕事行ったんです。あ、仕事行ってて、あ。そうですね。まあ誰か。あ、湧いた。ペガサス湧いてる。マジか。どこ。マジか。どこだ。え？また同じ場所？俺の方か？見てなかったけどな。ウエストの方。ウエストの方って俺の方だよ。俺の方だ。
今向かってる。あ、おったよ。オッケーオッケー。キルできる。そっち行ってるよ。走ってます。そっち行ってるよ。オッケーオッケー。俺が緑に入る。走ってます。はい。じゃあ一応スタンで。あと4。確保できてる？確保できてる？スタンで引いとく。50%まで削る。うん。はいはい。じゃあ、僕スイープ続けるよ。うん、うん。いいよ。VC なかったらちょっと厳しいな。そうね。キャンプ。うん、だからタイプウォリアーですね。しかもさ、マップもあんまりインストールしてる人がいなかったのよね、去年の4月ぐらいの時。結構しんどかった、記憶が。あ、でも俺もここ、キャッスルと一回キャンプしに来たんですけど、とりあえず、ライネス見たら殺せみたいな作戦でみんな知ったっすね。ああ。やばいっすよ。あ、やべ。逃げてやがる。え？いや、やりすぎた。ルートだ、ルート。ルート。今、スタイル。バックに咲いたらいいんじゃない？あ、ちょっとロックくれないとですね。ウエストでずっと走ってるんですけど、ウエストだけじゃダメやろ。ウエストのね、ウエストの突き当たりをね、南に行ったらいいわ。サウスに行ったらいいわ。赤のスクエアでしょ？うん。うん、ロックを一応入れるか。他はウォールですね。ウエストのもう壁際ずっとなんか。だね。ハイシャーマンっていうのは全然あれだよ。6200、6300の。大丈夫です。もう壁ついたんで、もうまっすぐ走ればいいですね。うん。オッケー。はい。いた？いますあのね。アビアックのね、あれが見える。サイクロプス来たナスビーが若干 HP が減ってきてる。ちょっと気になる。やばい。いや、さっき、クイールに殴られたから。まだかなぁ。あ、マイナス500ですね。まだ遠いですね。うん、まあ、まだ遠いね。マイナス500だったらね。そうですね。プラス2700ぐらいあるから。よりプラスなんすよ。だそこからゼロにして、そこから。そうそう。やべえ。あ、また。よし、今壁の方に追いやってるから。あ、それ、あれ、丘の上から見えたの、それ、ペガサスは。見えた。じゃあ、結構な範囲があるんやね。結構な範囲あるね。俺、この壁に向かって座ってたんだけど、気づかなくて、あ、湧いてるっつって、こっち側に走ってきたら、なるほど。ああ、アビアク村の方に。ちなみに緑はもうあのロック通りにポップしたね。ああ、ほんと。うん。じゃあやっぱり高低差があるんで青と赤のところは分かりにくいんやね。うん。この山の上にいないと分かんないんだな。じゃあ俺山の上にいたよ、赤のときは。ああ、で、そのマップ通りに出た。ずーっと赤担当やったな、俺。確かに、青の時、なんか出たことないな、俺が青に降りた時。もうキルした？1500です。まだまだ。マイナス5000になったっす。もうちょい。で、ちょっと、あの、東側に入ったところかな。ブラックに見えねえ。見えた！見た。サイクロプス死んどる。そうそうそう。ルメインはやめてと叫んでます。はい。もうキルするね。やりたい。ミクサーのやつかっこいいな、やっぱローブ。あ、開封誰かチャームしてるけどいいか。でてん。残念。残念。あいつに入り続き。
ます。ででーん。俺、スローポーションもっと持ってくればよかった。あ、俺持ってるよ。あの、竹雄さん。竹雄さんに層をかけてもらった。あ、どこにおる？え、アビアク村。アビアク村。うん、あ、中継ポイントあるんですね。それは絶対持っとかなあかんね。マジロ。確かに。マーシャル探そうか、一緒にちょっと向かうわ、トラックで。いやいや、いいよ、竹雄さん、そこであれしよって。いや、探します。あの、アビエクラの、あ、いた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 、ちょっとストップ。ちょ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 、落ち着けよ。なってるんですね。もう俺のポケットマネーで2つ渡しとくから。はい、かっけえ、かっこいいな。はい、早くして、竹雄さん、あざっす。みんなに配って、みんなに何箇所を配って。よし、誰かいる？1個余ったで。もらっとけ、もらっとけ。転売だ、転売。いや、金庫にあと2個あるんですよ。おう、じゃあこの人にバフあげよう。さっきまで頑張ってたから、ごめんな。そんゲームやね、これ。こうなってくると、このキャンプ。え？そのパンツが8個揃ううちに1個は取れるってことで。そうだね。8個以上になったら、ゲームオーバー。負け、負け、負け。パンツが8本以上になったらゲームオーバー。でも分かりやすい。フラグリーフグレイ。でもそうなったら、でもそうなったら、ね、あと5回。あと5回ですね。あと5回。開封。あ、でも全員あれですよ。全員パンツもらえるんで、後で配りますね。いらねえ。いらない。こんなにいらないパンツは価値あっただろうか。お土産、お土産で、お土産でね、取りすがりの、あの、あ、頑張ってる人おるなと思ったらあげれば。そうだね、ニュービーにあげたら喜ぶ。 AM の残念パンツと同じくらいのクロスパンツだったらこっちの方がまだ全然マシですね。一応スターついてるんで、うん、7もですね。7はなかなかないぞ。ないね。これ経験値稼げてないけど、めっちゃ楽しいぞ今日。いや、あれ一撃で死んでるんすか、モブ。いや、一撃じゃない、そんなにあれやろ、もうちょいかかるよね。矢を打って引き寄せて、で、一発で殴ってるみたいな。そうそうそう。モスカーバードで殴りまくってる。タコ殴り。自分の配信で竹雄さんの様子も見れるから楽できてるわ。それあれで映せんの？ディスコードの。あ、ディスコードで映せんの？じゃあ、ナスさんのチャンネルに2人分映せんの？ね、あ、やろうと思ったらできな、できると思います。ウィンドウ化すれば、うん、できるね。うん。できない。ポップなんとかやったっけな。いや、あの、これにしたら見えるけど、ちょっと画面が潰れてると。俺こんな感じで配信を見てる。今映ってないよな、もう。本当。映んなくなっちゃったか。俺は両方見えてるですね。変に。OBS 使ってやってるんですね。そうそう、OBS。僕もスイッチの方は見れるよ。スイッチの方は見えるけど、ディスコードの方よ。配信で。あ、ディスコード配信僕共有しましょうか。でも、2枚一気に見れんや。見れるんかね。あ、ディスコードは 2枚いっぺんには見れない。そうよね。いや、え、あれ、うん、ウィンドウモードってなかったっけ？ポップアップモード、ちょっと2人ともじゃあやって、あの、試してみるんで、ポップアップ。そうそう、下もポップアウトっていうボタンで。開封を今1キルするから。ハルフ、あ、ハルフ回復総理。
親父ギャグ言わせたらもう俺もう開封っていうともうずっとその高校生ぐらいの時か総理大臣開封しこれでたこれで共有したこれで共有した今度那須さんの配信かあれちょっともう一回つなげ直そうかあ見れた見れた年下やと思ってたけど減量はやろあの幼いんですね僕那須さん絶対おないや思ってて俺早生まれだからね先週誕生日だったあおめでとう僕も早生まれだいらねえよってもうアラフィフだよめっちゃ同期やあダメや昭和50年ってことそうそう昭和50年あ俺両方見れん両方見れん僕見れないんだディスコードだとディスコードだと見れない一人なんか1個しかそう1個しかポップアップできないですそうなんだ音は聞こえるみたいんやけど画像は見れないです、ねはいはい、あ確かにボタンだないなエルフタン僕マイク変えたんやけどどうもういけないもういけないテルが来るから彼女から自慢か自慢か笑ってる笑ってるいいなもういけないからの声が曲テルが来るめんどくせえやつらだな最強にめんどくさいよね確かに俺、これ明日職場で聞くんやろな、この放送。家の中でもおじさんがおるんすね。そうそうそう。一人一人にあれよ。新しいマイク買ったんだ。はい、ゾウさん切る。あなたのことが一番好きだよってみんなに言うからね。テルでね、直接ね。そうそうそう。ダメなんだよ。そうね、これ1個ずつしかポップアップできないですね。できないんだね。いるね。そういえば話変わるけど、今、ワルヘイム、うん、っていうゲームが流行ってんだって？そうなんだ。知らん。ワルヘイム？うん。どんなゲームですか？なんか、バイキングっぽいやつ。で、なんだろう。一人称、二人称にできるのかな。で、なんか素材集めたりして、こう、武器を作ったりもできるんだけど。なんかダークエイジオブキャメロットみたいな、そんな感じだな。あと、なんだろう。なんかクラフト系な感じ、そして。ダオッコ一瞬やったな。レベル30ぐらいまで。俺も結構やったな、でも。EQ か、あれなんか、ちょっと人減ったよね。あれなんか、PVP に行くとみんな連なっていくのがすっごいおかしかったね。トレインみたいにさ、移動するし、一人一人バラバラになると狙われてやられちゃうからさ。そう。固まって動く。固まって動く。連なるそのゲーム、おかしいやろ。てかもう EQ のあれみたい、PVP 仕様。そう。ダークエイジオブキャメロット。キャメロット。うん、キャメロットアンチェインドっていうのでなんか作り直してるやん、新しいやつ。あ、そうなんだ、ね。どうなったんやろな、あれ。まあ、そういうプロジェクトことごとく潰れていってるけど。そうなんよね。誰もいかんからですね。バルヘイム。ああ、こういう名前のゲームバルヘイム。Get Tells。ほう。エバークエスト3がって言ってるエルフちゃん3はいらないわこれでええわもう 2とかにだいぶ失望させられたんでエバークエストはブラッド・マッケイドが役中で死んでしまったから、うん、今もうなんか止まってるね完全に、うんうん、僕あのヴァンガードにちょっと期待してた時あったけどね。あれはほんまにひどかった。あそうか。俺も一瞬やったけど。あの額のようなダンジョンは作り出せなかったかい、やはり。
ライオン。なぜガック。なぜガックって。これで、だいたい借り尽くしたかな？ヘイスダウン。ちょっとトイレ行っていい？はい。いいよ、トラックしてからね。謎の指令。トラックしてから。今まで全部竹雄氏が、発見してるからね。で、置物になってるから、俺たち。確かに。キャンプしてるよって言ってるだけの置物になってる。湧いてこないですね。食べ物入れてます。キャパシティラージ。ぺちゃんこやん。コンバインできないの？ノットクラシックだろ。コンバインして消えるんだよね。そうそう。高速デストロイマシーンと。ああ。ああ。間違ったって。まあ、やばいね。戻りました。おかえり。あ、変な人間も湧いてる。変な人間。あれ、あそこにおるラバにいるパラディンみたいなのがおる。うん、おる。ああ。あれと同じようなのが歩いてる。いたね、そういえば。マインでいける。今日昔消えたっけな。これできないよ、できない。今は消えない。うん、うわ、こんな端っこにカルフがおった。だって昔町に置いてある火事のやつとかの物を置き去りにできた。そうそう。鎌とかに。確かに。あれ誰のこれハンマーだーとか。そうそうそう。普通にアイテム移動それでできたっていう。ああでも昔やってたわ。やってたやってた。消えるやつ多いけんですね、開けたら物。あれ俺キーノスのいる門の左か右側にいつも落としてたっすね。部屋があるんですよ、あそこに。パパで一気に何個くらいでいけるんかなーみたいなやってましたね。やべ、今キャンプあー LDLD ダメダメダメ。そうそう、長かった。やべっつって、おーよかったーみたいなね。 LD してるのかね、ゾーンして長いのか。そう、分からんもんね。昔は怖いですね。カイフ1キル、あ、カルフか。ソーリー、カイフソーリー、カイフソーリー、ライオン、カイフトシキ。いや、覚えてない。これで今、借り尽くしたかな。あ、ライオンです、1匹いた。やっぱトラック便利やね。うん、それは憧れるなぁ。取りこぼしがないよね。文句かわいそう。クエスト真面目にしようとしてるよね、多分。なんか怪しい。
怪しいエルディンがいるな。消えたわ。ね、DMO か。水色のローブ着てる。PC? うん。ああ。消えた。借り尽くしたな。ないですね。ちょっとお茶飲みます。湧かなくなったな。ああ、うめえな。湧かんときはほんま湧かんからな。まあ、粘ろう。まだ湧いてる間は全然。みんな粘れるなら。こうポップした順番がわかトラックで分かるっていうのはさやっぱり便利よね。これ下の方ほど古いっていう。そう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 。あ、新しくポップしたのが一番上に来る。うん、ああ、それ便利やな。だからポップしたらすぐ分かるって。TT がもうレンジャーの遊びバス。うん、あ、あの誘われたこの間あの BL の友達にあのフォレジャーハンターのサイクルをやろうって誘われて、そう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 、あれでカルフ1キル、はい、イクサーセレモニアル BP ね、とかはい、なんかいろいろあのサイクルずっとやってると、あの PH が多いけんですね、めっちゃ稼いだと言ってた。クラックタスクス。ネームドの像だね。ねえ。おぉ。ねえ。今ちょうど待ち時間かな。よしね。怖がってんじゃない？はい、出てこいや。スポーンラインで、やだーっつって。やだーっつって。今なんか、キムタクがおられた。いやいや全然全然そんなもんなんない。ああごめんごめん。お茶で、お茶でお茶でやばい。お茶でお茶でやばい。お茶飲んで酔っ払うとかコスパめちゃいいやん。本当やね。コスパで言うなよコスパで。いやいやいやもう酒飲んでないからですね。思っただけで酔うっていいね。カルフめっけ。いやでもこんなヨタ話でも して戦闘こんなキャンプやってられへんな。辛くなってくるねこれ。ねえ。あのモスカバードも取れて嬉しかったけど、あのキャンプは実はめっちゃ辛かった。もう風呂入りてえ風呂入りてえって二人で言うとって。いやね、実際キャンプ大変っすもんね、このゲームは。マジでこのキャンプはね、じゃシャワー行って戻ってまたキャンプ しようってならんもんね。誰か待ってるから後ろで待ってるんすもん、怖いやつが。俺の方が粘れるみたいなね。ヘイスダウン。サウナみたいなもんだろ。そうですね、でも何分いけるんやーつって、こう無言で対決になっちゃうんですよ。そうそうそう、お前より絶対後に。あれなんかめっちゃウエストの方に行ってんねんけど、ライトこっちか、おった。こうヨタ話組が増えて、でも嬉しい、ちょっと嬉しいわ。最初僕とナスさんと、プリンちゃんだけやったけど。エルフさん入れたらいいやん。エルフさんどうなんその辺は。テレワークでマイク使ってるんでしょ。いやいや、道具があるから。道具があるから。めんどくせえやつらだな。めんどくせえやつらだな。竹雄さんが姫プレイするよ。Get tells。焼き。竹雄さんが姫でしょ。竹雄さんを姫にするんでしょ。全然。Haste down。
耳からチギが出るやつですよね。音楽聴いてるエルフしか聴いてないって。これ。何これ何これ聞け音楽聴いてるエルフしか。ゲットチャンス。あれだよ、いつかカラオケの日を作ってみんな EQ しながらカラオケすれば歌ってくれると思う。みんなカラオケ好きやろ。俺大嫌い。俺も大嫌いなんやけど、なんか。二次会とかでカラオケとか言われたらもうほんま、ああ、ま、これかよ、この流れかよ。俺帰るもん。もうなんか、喋りたいから来てんのにっていう。そうそうそう。俺じっくり喋るのって好きだね。トイレ行ってドローンするね。トイレ行ってドローンするわ。なるほどね、そういう手があったか。俺でも次の日、社長に言われるからな。お前どこ行ってたみたいな。心配したんだぞ。言われるそうだから。めちゃめちゃ電話かかってくるやろ。いなくなった。今、借り尽くした。ヘイスダウン。ナオファング殺しました。配給ペルト落ちました。これ何もスポーンしないからね、緑。辛いぞ、ここ。ライオンです。久々にカルフが出た。おぉ。まあ、だから場所的には正しいっていうことは分かったけど、ね、うん、うんうん、これも借り尽くしたな。じゃあ俺の場所ダメや、何も入ってこないもんね。ポップしたら大体分かるから。でもえ立ってんねんけどな。え、絶対じゃない、どっかに行って PH もポップするんじゃないの、分からんけど。だから円以外で走ってるんですよね。 Get tellsだこの3カ所のどっかにポップするんで、うん、そうそうそう。ああ、なるほど、なるほど。6分40秒じゃ自分のところに湧かない可能性もある、うん、pH もね。エルフタン ZP って何？残念パンツ。あ、残念パンツ2枚。そう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 。ZP。残念パンツ3枚です。3枚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 です。まあ、湧いてることは湧いてるよね、うん。そうね。わかんときもあるけどね。わかんときはほんまにもう今日1枚もパンツ見てないぞっつって。3枚もな。協力者には漏れなくプレゼント。なんかしよう。しかし本当に勢いでポップさせてますねって。Get tells. 欲しい人おりますか。You guys going doing the get tells. あのウォジェも入れてってデルが来たんやけど、どうしようか。いや、いいけど順番は当てる。ウォジェってだってシャーマンってレビ無理な。いや使えるよ。別のキャラってこと？どのキャラのことやろ。でもネクロいらんもんね。50になったら DMF あるからもう絶対。うん。うん。だからシャーマンじゃない？シャーマンでもレビなかったっけ？あるよ。だけどバットウィングうざいんじゃないみたいな。いや、そんな理由で。そんな理由では協力できへんな。バットウィングうざくないみたいな。多分今日一日では無理やと思う。うわあ、めっちゃ湧いてる。今テル打ってる間に。くそ、借り尽くさな。こんな。竹尾さんの方がやっぱりこう動きがあるから、皆さんそちらの方に流れて見ていただいてます。4人です、今。うん。俺でしょ、ペロさんでしょ、ソウジさんでしょ。Get tells. で、竹尾さんの4人じゃない？違うか。いや、俺そうやと思うよ。俺たちで見てるだけど。そう
これログインしてる人がこう表示されてて、ログインを表示してなくても見れるからね。もう1時間後には寝るでしょ。Get tells。 いや、ギリギリまでやってもいいよ。ボジインスティットラスト。Get tells。 これは1時ぐらいまでかな。うん、じゃあ1時で。じゃあ1時までね。モブ殺さない方がいいですよね、これ。いや、どっちでもいいよ。他のはもう全く関係ないんで。オッケー。とりあえず着てみ、とりあえず着てみたら？カルフ、着る。さっきペガサスを会ったとき、タケオがウエストの方にいるぞって言ってるぞって教えてくれた。ストラスクレームさん。日本語わかるんだ。ちょっと日本語わかるんだ。いや、隠れてる人いっぱいおると思うよ。ゲッチャウス。日本在住の人もいっぱいいるんだ、ね。そうですね。多分。まあ、この時間に見るっていうことはね、あ、確かに。そういうことはあるよね。オッケー、今日はやめとくって。あ、Get tells。まあ、あと1時間ぐらいで3枚落ちるとは思えないかな。いや、全然暇な人引っ張り出してからね、行こうって誘ったら多分何か、みんなね、Get tells。 それなりに行こう。持ってない人を持つためにはあれはこれ全然参加する。で、ギルドってこのイベントで取った人を最優先して誘ったら絶対断らんはず。Get tells。 なんかもう僕にテルが来まくってて、人気者テルアグロっすね。テルアグロ。今日はお母さんアグロない。お母さんアグロはない。あ、新しいマイク。いや、そういうわけじゃない。タケ新しいマイクに喋りたいって言わないの、お母さん。もう忙しいんやしとか言うて。結局喋りないやつ。さすが関西のおばちゃん。おかん名古屋方面やねんな、ちょっと癖が。ああ、そうなんですか。なんとなく勝手にあずきやしろのお母さんをイメージして当てはめていた。いや、80超えてよう頑張ってんで、ほんま。80超えてんのか、すげえな。83、もう今月誕生日なんやけど、83。マジか、普通にうちのお客さんだね、それ。で、まだ普通にしゃがんで立ち上がれる。床の拭き掃除とかしてる。すげえな、普通にうちのお客さんだってですね。話合うんじゃないの、皆さん喋ってる。いやー、俺話ベタなんで。こんだけ喋ってるやん、配信で。ようあんだけ独り言言えるよなって思ってた。いや俺話ベタなんで、自分と話すのが一番いいんで。ちょっと話すの、いや、ちょっとむずいですね。ちょっとむずいですねって。話すのは一番好き。そうそうそう、イマジナリーフレンド。やべ、イマジナリーフレンド。イマジナリーフレンド使ってみてよかった。イマジナリーフレンド誰かに見つけよう。それでも使えそう。マジ使える。つかみとしてはいいかもね。使えそう、使えそう。いや、でも P99 で配信してたらさ、急にテル来てさ、内容忘れたけど、テル来て、その人を探してもこう、見当たらないんだよね。
あ、ソウジさんが今見えた。で、その、テルした人の名前がイマジナリーフレンドっていう。ああ、言ってたね。怖いでしょ前も言ったけどさ。怖っ、何それ。めっちゃ言ってて。そうそう、イマジナリーフレンドって名前がさ。怖いけど、なんか怖いね。そういういたずらをするやつがいるのさ。あ、でも、めちゃめちゃずっとキャンプ、欲しいキャンプ、誰か一人でキャンプしとったらそうするべきやねん。こう友達とこう話してるつもりなの。だから孤独なキャンプ。ベッドとか、ベッドとピローのキャラ作って、もうテルしまくる。テルし呼んでるよーっつって。ベッド&ピロー。来ないのーっつって。来ないの寝る時間だよーっつって。寝る時間だよーって。枕とベッドっていう名前つけて。湧いてこないですね。ずっとなんか pH のが湧き続けてる。やっぱ親父狩りは儲かる。ケイニスらしいコメントや。まだやってんの？いや、すごい。入るんだ。え、スーフューリーですか？どこに行った？ OT。リバーベールのガードとかじゃん。さあ！親父は親父だけど。毛深い親父。毛深い親父。ちょっと脇が止まったな。雲が流れてく。エニブロー Q。だいたいやり方が分かったな。HC のおっさん。PH ハントの。これ分かったら楽しいでしょ。ヒルジャイアントってどこだ？ライオネスキルド。もうチャットを見る暇がない。俺に話しかけんなよ今。俺に話しかけるな。俺の後ろに立つなんてやつね。怪我はするぜ、うん、ゴルゴっていう名前をつけてサーネームに13ってつけあれでしょ、日本語で入れるんでしょ、13これゴルゴ、やばいね、ゴルゴ10増え13って入れないで、13って入れる。ゴルゴ10増え10増加10増加。確かになんかみんな新しいキャラ作って、そういうなんか昔の物語のキャラクター全員つけてアドバンチャーしたら面白いかもですね。配信面白いかもね、それ、うん、完全ロールプレイして。完全ロールプレイね。僕一番最初のライブの時の、あのセカンドキャラはあのエルデアイトパラディンで名前鬼兵やってびっくりした。でサーネームサンカハンカチョウやってで次はあのヒューマンモンクでザトウイチやって。剣使えないじゃん。洗濯終わってたんだ。ちょっと干してこよう。
ライオンのスいっぱい湧いてんな。タイツっても2位やけど。サイクロがアグロしないよ。サイクロもアグロしないな。このゾーンは昔怖かったな。迷うと迷うともうやばいし、シャドウマンのところにたまたまたどり着いたら死亡するし、もう死んだら、ね、死んだらロックをしてなかったらもう永遠の宝探しやね、うん、俺このゾーン大嫌いやった。バードさんバードさんって話やな。確かに俺もウエストクラナが一番嫌やったな。それいう意味ではわかる。ウエストクラナで死んだらもう終わりや。いつもあれだ、あれなんですよね、あの船でいつも最初はあのあれなんですよね、何のキャラであったっけ、キーノスまで泳ぐんですよね絶対。フリーポートからいつも泳ぐの怖いんですよ。あの他のゾーンだからいつも泳いでたんですよ。へー、泳いでゾーンして泳いでゾーンして。マジか。うん、最初そういうノリだったっすね。15歳やばかった。なんかずっと分かっててどこのロック行けばセーフみたいな。ああ15歳なんでずっとあれだったね。あのもうキーノスでブラックボールを取る、殺しまくって殺しまくってレベルアップしてたっす、ね、ずっと。くっそ、ポップ止まったな。俺ほんまに何も湧いてこないですね。うん、ちょっと 今はあの変なゾーンに入ったな。ケンタウルスとかいいし別に。でも視聴者だけは、あ、減った、一気にさっき6人だけど。すいません、こんなしょうもない映像。でもそのリング結構いいんじゃないですか。リング？ストーンリング、うん、俺装備してるこれ。ああ、ムーンストーンリングか。結構いいですよ。ライオニス、30個で FPSS のあれ外れ。ああ残念パンじゃない。あ、そっか、リングか。FPSS。このリングはまだ売れるから、まだあれですけどね。ね、でもわかる。あのキャンプも辛いと思うんですね。でも、掃除さんの時出たもんね。掃除さんと平八の時は。めっちゃずっと長い間キャンプしても全然出ない人多いもんね、うん、でログした瞬間次ポップしてうわ出たみたいな、あいつ残念みたいなノリの人多分多いと思う。そう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 、よくあるやつです。わあもう10時間おったからでも全然ドロップしてない、どうしよう、寝たらもったいないみたいな。そう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 、ついつい続けちゃうキャンプね。それで38時間 J ブーツキャンプしたことあるもん。J ブーツはね。うわぁ、もう12時間投資しちゃった、どうしようみたいな。もう引き返せん、あ、もう18時間、もうだね。もうドロップするまでおるしかない。そこからピザ頼んで、コーヒーいっぱい作って。そうですね、竹雄の分まで挨拶お願いします。おやすみなさいって。ああ、僕は打てない、今。ワントゥーバイ SBSS ってこんなところで言ってんで。そう俺らの放送聞いてんのか。聞いてる可能性がある。
リスナーって聞いてみて。ブラザークイーンはおらんよな。うん、ああ。いる？竹内さん、ブラザークイーン。いや、いない。いやこっから見えないだけの話。ずっと言ってるね。あ、え、ブラザークイーンって言うんだよね。クイーン、QWII。あの、さっきのめっちゃ強いやつですよね。うん。あ、それはいない。あれは、あいつはローミングしてるんですか？そうそうそう。ローミングしてる。なんか変なゾーンに入ったな。 PH をキルし続ける簡単なお仕事です。でもあの感じでやれたらドラコやれんちゃいます？ EOF の、うん、まあたまたま会えたらな、うん、ドラッコやったらいけるっしょ。もういつものフルレイドメンバーだったら多分いけるんじゃないですかね。そうね、もう意外とレベルも高いし。Haste down. あとは経験と練習とかになっちゃうっすね、うん、今日は CCH のいい経験になったなぁとは。確かに。戻りました。おいしい。帰りなさい。帰り。さあ、俺らゾーンから抜けたね。湧いた？湧いてない。湧いてない。いや、俺もずっと見たけど湧いてないように見えたんだけど。いや、やっぱりあのブラザー投手いてよかった。確かに。トライしといてよかった。こんなに湧かないんだったら。まあ、実質上3つ湧いたんやけど。すいません、すいません、パンツやね。いや、また出へんかったらやればいいっすよ。こう EXP キャンプに疲れた時にピッてやるっていうのがいいかもしれへんね。こうやってうだうだしゃべりながら。そうです。でもあとちょっとでみんなレベル上がって全員 XP のグループに参加せんでよくなる時が出てくるんちゃう？うん、まあまあまあね。まあいつかはね。今月、来月だと思うよ。みんな60になるやろ。うん、イェーイ。なるんかな。イェーイ。無理。まだ新しい人も決まってないしな。3月も継続か。3月、4月も継続だね、きっとね。3月に決まったとしても1ヶ月かかるから。決まったら見習い期間ですね。あの、うん、そうそう。仕事の引き継ぎが大変だよね。そうね。わかるわ。微妙にその緊急時の対応とかもさ、うん、そこそこによって違うからね、うん、連絡系統とかさ、どうなったら知らせなきゃいけない。この件は経験がないとできひんかったりとかするもんな。そうだね。様子見ていいのかどうなのかって迷うときどうするとかさ、うん、
こんな時に限ってちょっと視聴者さんが増えてるというこう。さっきのハズレだったんだろうな、ライオンです。ゾウが湧かねえな、こっちの方。ちょうど狩り尽くしたかな、今で。PH を。このゾーンにやったらキャッスルがいる時があるけど、それはそういうことなんや。やっとんね。みんなでわーってやってんねやね。うんうん。それもレベル30とか40の人たちばっかしやから。うん。じゃあそうだね。あれ、シャドウと。なんもおらんな。ちょっと脇が止まったか。さすがに。これまた明日聞くんやろな。この録画を。で、一人で笑ってるやろな、職場で。聞きながら仕事してる。そうそうそう。僕結構ナスさんのあの配信ナスビーチャンネルのさ、俺たちの声が入ってるバージョンのやつあるやん。うん、フィアの。ヘイスダウン。フィアのやつは100回されてたな。そうだね。あれは2回ぐらい通しで見てしまった。6時間。やっぱり入ってた方がいい。入れようよ、今度から。いや、全然構わないよ。ビッツプリーズで言うけん、ちゃんと。レイドの時は、あった方が面白い、ね。あった方が面白いね。っていうのは、ナスさんの喋ってる時間っていうのが、どんどん人数が多ければ多いほど短くなってるから。ああ、なるほどね。普段は全然一人でいいと思うけど。そっかそっか。見てる人はね、わからんもんね。ナスさんが喋る時間が少ないと。ファイアーウォールから、なんかもう、モブがいっぱいドラーってきたとき、俺もう、わーって、わー来たーって。めっちゃおもろかったもん、あれ。一人で見てたもん。もう一回戻したもん、あれを。あれ、三人称じゃなくて一人称で見るから面白いでしょ。そうだ、あれ。あれ、めっちゃおもろかったわ、あれ。三人称で見るんだ。グロすぎやろ、あれ。バッサーってくるで、あの建物の中結構複雑になってる。どうぞ。あれの意味全くないっていう。あ、BL。みんないっぺんに行くから何の意味もない。ウェーブ。何にそう入れてんねん。あ、ほんまや。枯れてんな。飲んでる？飲んでない。飲んでる。お茶。味噌入れて。あ、なんか。見た。BL の人。BL の人。大人気やな。あ、BL の人が地震のこと大丈夫かって聞いてきたんで、ちゃんと返事書いてます、ね。ああ。僕も優しいな。優しいな。僕も今日テルでくれたんで、テラスが。うん、大丈夫だよって。親戚からも連絡来たね、アメリカ。本当。いや、まあ、時間差があるから、で、やっぱニュース流れるってね、地震、日本は。話ちゃんはちょっと心配やな。心配するでしょ、海外の親戚の人とか、絶対。俺たちは地震のプロだから大丈夫だよ。だから4回目の地震経験したらもうそうなったってたんですね。あ、大丈夫、大丈夫っつって。仙台の時はめちゃめちゃもう親が。日本から出なさいっつって。
まあ、原爆、出なさい、出なさい、みたいな。放射能があるからね。いや、ニュースがやばかったんですよ、海外のニュース。いや、ニュースやばかったよね、あれね。あ、もう、でも、なんかもう、でたらめのニュースみたいなノリの勢いで、もう、みんな放射能浴びてるみたいなノリだったんですよ、ニュースではね、海外。だからみんなどっちを信じるのか、みたいな。こっちやべえぞ、つって、日本のニュース信じるな、みたいな。日本のニュースも、そう。日本のニュースも。いつも送るんよ日本のニュースも日本のニュースで信憑性が低かったからね。特に専門家が、ね、出てきてと有名な直ちに影響はありませんって言ってね。両方ともやばいからもうどっちを信用すればいいか分かんなくなるんですよね。まあメディアは基本リベラルっていうか左派に、うん、あの寄ってるからね、原発反対っていう人たちやから。しょうがないよね、もうそれは偏るのは。ハイシャーマンなんとかってやつは、なんなんこいつ。それは残念なもんしか落とさんかったはず。確かに。シャーマンあの頭っすもんね、文句のこいつ。アイオネス。なんか誰かの首そうですね、これ文句のクエストや、ね、確か、あそこにもあるね、グリーンブロックのくそ、 PH が続くな、久しぶりにあーって言いたい。あーって言いたい。びっくりした、びっくりした。来週土曜日、うち大分におるんで、多分参加できないですね。あ、了解です。あ、土曜日ですよね。土曜日、はい、確か20日は土曜日ですね。19日は大丈夫だけど。俺も土曜日、夜、泊まりの仕事だから。了解です。おらんです。まあ、あの、別に、あれやったら何もなくて、なしにしてもいいんで。うん。金曜日があれでしょ、POF 行くんでしょ。POF。ああ、それだけあればいい、とりあえず。うんうんうん。土曜日なしにして、今日みたいな日曜にスペルキャンプとかでもいいし、うん、ちょっと入れ替えたりとか。そうしようか。土曜日スペルキャンプとかいいかもね。うん、土曜日がいい？日曜がいい？あの今週の話、今度の週末の話ね。金曜がいいんじゃない？日曜日はもう次の日あれでしょ、普通の人は。うん。休日でしょ。スペルキャンプやったら帰れるからまだ。なんかプリンさんとサージェント君がコメント欄でなんかやってるぞ。何やってんの？コメント欄見て、あれスイッチの対抗してるぞ、二人して絵文字対決が行われる、絵文字対決して何してるんすか、みんなプリンちゃん、元気な、忙しいねサージェン竹雄さん、まだそれ PH まだ借り尽くしてない感じ、借り今もう借りてる。俺の勝ち。俺ちょっと、あの、AFK したいんだけど。あ、いいよ。俺の勝ち、TP 夫婦。勝ちか自分で判定勝ちした。自分で判定勝ちした。俺不正ですよ。ルビーちゃんは手強いね。ルビーちゃん手強いね。僕コモンドロップや思ってた。俺もなんかここおれば、なんか手強いですね。甘いよそんな。EQ がそんなわけあるわけないじゃない。確かに。
そんな余裕だったらみんな持ってるもんね。そうだよ。でも僕モスカバードだけはちょっと運が良かったなと思って。フェザークローズハラスメントになってるよ、特に。お前持ってねえの？なんで持ってないの君？え、普通持ってるでしょ？でもさ、ST はこれ、レイド来るとき絶対持ってないとダメって言われてたらしい。あ、そうなんや。POH ぐらいが出たとき。今のところ残念パンツが3万円出ました。3万円入ってました。またリンクしようか。またリンクしようか。いやいや、あれ、ツイッチのあれでしょ。そうそう。ツイッチのコメントに対して。あ、なるほど。うん。ね、これ。残念パンツ3枚だからな。これ一人でやってると相当辛いですね。無理やな。もう一人は無理やな。まず出らんと思ったから一人の時。今全部借り尽くした。ああ、プリンキュンね、今日ね。ブラザー倒しちゃったんだよ。ああ、そうそうそう。言っちゃった。ブラザー。なんて。キュウィン。ブラザー倒してね。ブラザーキルしちゃいました。CCH で。ブラザー倒してね。パンキックがこれゲットしたんだよ。ハンバーガー？ハンバーガー？サージェント。同じ色で見分けつきにくいっちゃ。確かにやたらキャッスルいるな。どうしてる？どうしよう、待ちよう。いないなぁ。え、これ聞こえてますよね。ポップ、何？ポップしてる？出た。あ、出た、出た。おー、ナイス、ナイス。緑。出たって。今、キルしてんの？グリーンのところ。今、キルしてる。グリーンのところで、サクッと倒してくれ。サクッと倒して。さて。さて。さて。結果は？結果は？CM の後で。逃げてる、逃げてる。オッケー、オッケー、頑張れ。お、出た。ああポップをした。今、結局でした。あ、はい。はい、ダメ。はい、ダメ。まだ見てないの？おらおらZP。プリンキュンがね、すべて残念パンツになる。呪いをかけましたって言うんだわ。え、誰？サージェント？あのプリンキュン。なんでよ。なんでよ。サージェントだったらわかるけど、なんで。知らない人だったら、でも知ってる人だったらちょっと。なんか応援しようよ。呪いかけんといてよ。呪いかけんといてよって言ってますが、どうします？今借り尽くした。呪い。呪いをかけないでよって言ってるけど、知ってる人に呪いかけないでよって。カルフキルド、はい、なんかモスカバードキャンプ思い出すわ。いやっぱトラウマなぜんすよね。ほんまにトラウマ、トラウマっていうか、まあまあしんどかった。トラウマキャンプなんてみんな一つや二つあるやろ。いや、次の週間キャンプする人もおるからっすね。そうやね。次の日休み取ったってやつやな、俺は。ここにいるさ、ラーエっていうこのクレリック。ああ。こいつもそうやな。もうトラウマ級の
このグリムロッドキャンプを。あれは何のキャンプなんですか？あのヒーラーというか、まあ多分クレリックだと思うけど、あの背中のウィズダム装備、エイジズオブ、そうそうそう、はいはいはい、ヘイスダウン、なんだっけ、エイジズオブライフとかに、ライフ、そうだそうだか、うん、くるっと昼と夜とあれポップス両方倒さんできるんでしょ。いや、まあ、それあれ関係なかった、うん、あ、関係ないんだ、うん、生とアンデッドを倒せばいい。なるほど、うん、で、あのポップ時間が3時間12分っていう狂った狂ったあのキャンプで、生のスパンが 8% でアンデッドが 1% ぐらい。つらっ、その時間帯しか倒せねえってことですか。つらっ。なんか1週間とか普通だよ。うん、そう、うん、リアルタイムで、そうそう。え、皆さん片方持ってたよね。生は持ってたよ、生はね。俺もね、この間あのやり始めたら一発目で湧いて、おお、ラッキーと思って。生はね、割とすぐ手に入る、うん、アンデッドがね、まず湧かないね、うん、そう、1週間後に、同じキャンプ見に行ったら同じ人またいた。そう、俺もフレンド、そういうやつをフレンド登録して、フーオールフレンドで監視してんねんけど、ずーっとおるもんね。うん、某 BL のノンフィクションっていう人なんだけど。出たそう欲しい、そう欲しい。そうですね、それ、左手、あれですよね。あの、え、なんだっけ、 POS のやつですよね、左手。あ、そうそう、高橋さん、俺の LR ブーツを持っていったやつや。黒く輝いてますね、ほんと。黒光りしてる。普通のロングソードと一緒のあれやけど見た目はね。そうそうそう、 NS ワイター、あ、ワイター、ライオネス、あ、ライオネス借り尽くしたかな、これで。ああ、武雄さんが今やってるポイント結構あれやね、おるね、カルフとあれが、ライオネスが、うんうん、トラックで全部探してるだけの話。いや、あ、ロストターゲット、誰かキルした。いや、私はです。最初にこの辺のあのライオネスとカルフを借り尽くしてから、あの、ノーマルポップ、ノーマルトラックにして、ポップしたやつからキルしていくっていう方法にしたら、割と簡単には出る。あとは出るか出ないかの勝負やね。なるほど。グリーンは2回かな、湧いたのは。そうやね。で、ブルーと赤で1個ずつですね。違うよ。多分赤が2回。両方とも武雄さんが見つけたよ。はいはい。あ、はいはいはい。ブルーは青は湧いてないね。確かに。俺も青で見たことは1回もない。実は2回だけあるかな。割とそこ、ブルーは湧きにくい印象だね。赤ばっかしのようなイメージやな。うん、赤多い気がする。なんでさ、あの青っていうよりブルーの方が言いやすいんだろうね。あ、おっていうのが難しいじゃない。レッドより赤の方が言いやすいよね。うん、気のせいか。なあ、赤とブルーっていうの？赤と青。竹を。竹を。ブルーレッド、ブルーレッド。
あの英語っぽく言ったらタキウォーでしょ。うん、そうそうそう。タキウォー。うん、ファイナリータキウォーっていう感じでしょ。どうする？あの レベルアップラリーさんはタキウォーっていう。元気ですかっていう。最後にびっくりマークが絶対ついてるやろうっていうような呼び方ですよね。タキウォータキウォーっていう。タキウォー元気ですかって。一回あの一回会いに行ったことがあるわ、あのレンジャーで。どうやって、今日もカラナはカラナ地方は平和です。地方です。確かに地方やね、カラナ地方。鳥と馬人間の町しかないですはい。何？湧いた？いや、違うのか。出てない。ないのか。ないのか。ないのか。わいって言うからさ。ないっすね、これ。ええとこまで行ってんだことね。そうっすね。ライオンにスキル。いいっす。はい、PH か。こっちはわかんな、PH。やっぱこの四角の三箇所か、その星マークのところなんやろうね。今ずっとドームしてるけど、キルしてない。やっぱみんなスポンラインで殴り合いが始まったんですよ、あっちの方で。出たら死ぬでっつって。なんか ギブアーって何？なんかネームギバー。あ、ギバーってあれやない？あのリングやない？これじゃなかった。このリングじゃなかった。おお。ああ。欲しい。確か。欲しい欲しい。あのあれトロルのあれでしょ？湧いた。リングオブシャドウ。いなくなった。ああ、誰か買ったから。キャプションや。あれ結構いいですもんね。チャージがあるだけですけど。そうそうそう、うん。で、ペドさんに教えてもらったあの何個も持ってから。うん。あれ5つでぐるぐる回してる。あれいいよね。2個までは取ったんやけど、5つは思いつきません。そうだね、本当に1個あたりの単価が下がるってそうだったのっていう感じ。5つってバンクにキャップしたんすか、それか買ったんすか。買ったん。え、買ったんですか。あ、買ったのね。多分最初は使い切っちゃって、あーって買い足して、やってるうち、親っていうのに気がついたってことだよ。はい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 。2個あって、うっかりこう、買い切っちゃったから新しいの買って、売って、買ってみたいなのをやってるうちに、親って気がついたんだよ。やばいっすね。そしたら気がついたら5つになってたらしいよ。そうそう、持ってるとついつい使ってしまうんだよね、カバンの中にあると。うんうん、バンクにあるからいいかとかね。そうそう、もう1個買い足せばいいやと思ってその場で使ってしまう。
でも、で、あれですよね。また売って買い直せば、チャージが戻るんですよね。確か。うん、そうそうそう。フルチャージを売って、空のチャージを全部、もう一回売ったら。あ、プリちゃんポップしてるやん。うん。このデーなんとかムードって誰なん？ハーフリングの。ゆきみさん。ゆきみさんのあれ。あれか。あの、古いで。ゆきみさんってあんまり絡みないよね、みんな。うん、ないないない。ああ、オッケーオッケー。あの、アイアム、あの、アカツキズクレディックっていきなり、あの、ポート頼んだらこの人が言ってきてくる。俺とルイと、サブキャラなんで入れてくれって言われて、本当かよと思ったけど、毎日入れて。疑っちゃうんですね。あ、まあ言ってあのゆきみさんともあんまりこう絡みがなかったんで、僕は。うん、ヘイスダウン。なんだ。なんか知らない人来てる。ね、生放送で。配信で。うん。ナチョンビ配信が。この人が来たんすよ。あともう一スポーンぐらいは見たいな。本当ね。やっぱみんな赤行くんですね。緑でも緑も出てる方行くよ。確かに。でもう一個出て落ちるよね。あ、もう確率的にはね、うん、粘るか。まで粘れるんすか。僕明日ほとんど仕事ないから粘れるよ。明日は負担が全然ない。そして2時っすね。俺は1時で落ちるからね。ですね。いや1時に落ちます俺も。はい、了解です。あかんあかん、あかんあかん。うん、また来たらいい。もう気づいたら、気づいたら5時になってて、6時になってて、7時になってて、ありえる。寝ればよかったよね、寝ればよかったよな、みたいな。そうそう、なるな。出なくてね。今日はあのモンクローブを取りに来たから。そういうことでしょ。確かに。そういうこと。こっちはおまけやから。そうそうそう、確かに。モンクローブが大きすぎる。いやー、本当にいいシミュレーションになった。これでいなくなったかな。私もあの MT2 軍落ち回避ですか。休暇もありましたけど。いやいや、あのいやいや、保留だよ、保留、まだまだ保留だよ。いやいや、あの1回でこうパスしたと思われちゃう。その厳しい東京監督のその厳しいと。確かに甘かった、考えが甘かった。ちょナッサ勘弁してよ、もうそういうの。保留だよ。ずっと俺たちこれを単純に言っていくけど。保留だよっつって。保留だよってない。俺が大丈夫ですかって言ったらなってたんで、それ否定する。パターンでやらせてもらう。パターンでやらせてもらいます。監督がいや いいんじゃないかって言おうと思ったところを言う。覆すっていう。ねえ監督っつって最後に。うんみたいな。あ、うんみたいな。厳しいな。厳しいな。
いやでもあの おっさん世代のあの厳しくやって育てる、そうそうそう、褒めて伸ばさないタイプの MT の道はな厳しいんだとか言っていやもう本当内川の気持ちが分かった、戦力外通告されて内川そっちかあれだけ過去の栄光があったのに、あのそれもスパッと切られるってソフトバンクはでもあれやね、スパッて切っちゃうよね。ああしょうがない、あれが運動がついに。うちも日本人の悪癖ですね。新しい人が、ね、強い力を持ってきたらそれは認めざるを得ない、うん、でも僕は斉藤和美が頑張ったと思うよ。湧いた引け、ワイドハイターじゃないよ。なんでワイドハイターなの。いや下ネタに並んだけ優秀。まあそっか。クローク出ろ、クローク出ろ。出ろよ。クレオクレオになってる。50。クローク、クローク。はいはいはい。これ矢印とかないですよね、目印ないよね、ないね、ないないない、完全にもうヒドワンとかある、うん、尻尾が黄色の盾とか、ね、おーおーおダメだったでしょ、おー来たー、おーやったぜやばい、おー持ってんなー、おめえ持ってんなー、君もか、持ってる、どうせ、はい、どこに集まる？パンキック？え、あと20分お願いしますよ。そうやった。あと19分お願いしますよ、19分。ここから動きません、大丈夫ですよ。みんなで迎えたやん。やったぜ、今日はゆっくり寝れるよ。すっげえな、2つゲット、うらやましい。ええー、落ちる帰るいや そんなわけないやん、一時って決めてやん。あ、じゃあ頑張る頼むで、竹尾先生。見てる、すげえ。すげえな、出るんだな。ああ叫んでもうたわ俺。いや運持ってるよ、持ってるな。いやー出たわー、5匹目、これ5匹目かな、5匹目で出ましたわ、5匹だね、5匹。いやーなかなかレートがいいね、うん、いやー今日これやろうって言ったの俺やけん、回せる。そうよね、もういつでも言ってください。もう肉団子としてもうどこでもフルしていくんで。じゃあマーシャル暁の MT は誰、はい、ああね。まあ俺のアシストいつも掃除なんですよね。そうだね。そんとこ入りました。そんとこ入りました。そのボタン消すなよ、ボタン絶対消すなよ。書き換えんなよって。そんとこ入りました。そうやね、よう分かっとるわ、マジ。いつもすごい適応能力だなぁ。あれなんですよ、結局、昨日もあれなんですよね、あの、掃除グループに入ってたから、下手し、うん、なんか、そっちになっちゃうんですよね。それも計算で、そのままや。いや、それで一回みんな怒られたから、ちょっとそこは、ああ、やべえと思ったんや。みんなイリスを殴りようのに、俺たちだけ違うの。そう違うやつ。マジ、ホール形式でやり始めたからですね。じゃこっちはこっち殺すけんっつって。そう。ああ、そうだよね。キャスターだからね、寝かすのとかね、起こしちゃうとね、あのマルチでターゲットできないときあるよね。怒られたね。でもそこの前レイド中はずっとスラッシュアシストで書いてたんで。ボタン変えずに。そのなんかもう掃除さんが暁の MT は誰って聞くのかなと笑いを誘ったわ。ほんまに。もういいもん、僕の配信全部ずっと永久どうでしょうで。いい
日本人が集まってくるそうな気がする。英訳もしない。あの、テロップは入った方がいいかもよ。喋ったテロップ。ああ、そうそうね。あれ入れてほしい。みんな喋ったテロップが入るようにした方がいい。ちょっと工夫する。なんか、俺のページのこう、入っのところにこう、文字変換のリンクが貼ってあるけど、あれ、ちょっと読めばわかると思うんで、俺でもすぐできたから。あれって、やってみたんやけど、うん。あれ、クロームを使うんでしょ？そうそうそう、クロームとか、うん。そのクロームの中でずっと、あの、ウィンドウを、出してるんでしょ。そうそうそう。で、そうそう、上の方にさ、アドレスバーとか入っちゃうじゃない、取り込むと、うんうん、あれがオルトキーを押しながら、うんうん、あの枠をこうクリックするとね、うんうんうん、カットできるのよ、うんうん、あ、そうなんだ。うん、で普通にやるとこう画面が小さくなるだけでしょ、うん、うん、でもあのオルトキーを押しながらやるとその表示したくないところをこう狭めてカットできる、うんうん、だから俺のやつは、こう、うんと、なんだっけ、URL とか表示されなくなったんだけど。うんうんうん、僕でも、あの、サブで使ってるブラウザが Chrome なんですよね。ああ。で、あの、Wiki とかマップとか見るときは、Chrome で、うん、サブモニターで Chrome で見てるの。そっか、うん。その辺で、こう、でもあの日本語字幕だけだったら、あ、そっか、だったら、あの、あれでできるんで。ああ、そうなんだ。うん、あの、うんうん、ゆかりネットコネクターとかね。できるんで、うん。日本語字幕だけだったら今でも出せる。うん。日本語字幕だけでもいいんじゃね。そうする、うん。次からそうします。すみません、日本人向け。なんか翻訳かけたらさ、なんか、Google なんとかバンとか出ようって。そう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 。あれはな、あれはなんで？あれはね、ああ、喋ってもいいですか？ああ、で。あれは、ゆかりネットコネクターと、その Google 翻訳のそのバージョンが変わっちゃうと、整合性がなくなって、あの、読み込まなくなっちゃうみたいな。ああ、そういうことね。うん、だから、ゆかりネットコネクターのバージョンを上げないと、はいはい。動かないみたいな。なるほどね。うん。で、バージョン合わせてもうまくいかないよね、なんか知らん。ああ、そうなんだ。竹井さんもなってたよね、バンなんとか。うん、待ってなってて。ゆかりネットコネクターがすごい使いやすいから、あれで行きたいなって。使いやすいよね。うん。で、ゆかりネットとか入れようかなと思ってたけど、なんかどんどんうまくいかなくて。ちょっとしたことなんだよね。あの、そうそうそう、つまずいてるのってね。そうそうそう。要するに翻訳エンジン。もう一個ポップした。グリーンか。どっち？グリーン、グリーン、グリーン。グリーン。あの、向かいます。引け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 。ちょっと途中で竹尾さんに層もらわないと。めっちゃ遅い。ちょっと待って。1200-2200ぐらいですね。だったら大丈夫です。うん。あの、馬のところから北に行ったところでしょ。そうですね。ケンタウロスの。あ、そうですね。はい。うんうんうん。じゃあ50までね。竹尾さんどこかな。アビアック村の方に走ってます。はい、あ、掃除さんがいた。あ、そうですね。はい、ここ私、はい、これ背中向かないとあれですよね、リポストで。あ、ナスビ探す。ちょっと待って、ライト50切った状態で保っとったらいい、キープしといたら。誰かにやられても誰もいなかったら、あ、でも消えちゃうんか。いや、いいっすよ、いいっすよ。背中殴られたら全然 HP 減らないんで大丈夫です。面倒あるし。あ、ナスビ見えた。アビアク村の北にいますか。ナスビ今見えた。はい、装置かけます。止まった。おお、いたいた。犬か。そうなんよ。俺もこの間、はい、さっき探してて、犬かと思って。犬だったから探してたわ。あれ、竹尾さんの緑の人がいないな。そう、俺も。あれ、緑の人がいない。
なんでと思って。もうこういうキャンプ続けるいたいたって言って、緑の人いないのに、どこにいるっつうのさ。緑レンジャーどこよ。そうそうそう。緑のおじさんどこだよ。インビーズしてるかなと思って。緑レンジャーで思い出したけど、あれでしょ、九州の方だと、キレンジャーのこと、キナレンジャーって言うんでしょ。そうなの？そうなの？いやいや、キレンジャーって言うよ。ほんとかな、ね、おっさんとかたまにキナレンジャーとか言う人が。言うでしょ、おっさんは。え、なんでキナなんですか？鉛うん。鉛マジで、ね、なんかな、ね、黄色のことなんかキナ、えキナ色って言うんだっけ、キナ色、そうそうそう。ね、キナレンジャーですね。うん。そうそうそう。キナ色っていう、そうそうそう。俺、二十歳の頃は、東京で新聞配達をしてたんだけど、うん、新聞配達をして、こう、奨学金をもらって いたんだけど、うんうん、その時に、こう、店の先輩の人が、息の島っていうの、息島っていうの、長崎のね。うん。の出身の人で、はいはい。その博多の、博多弁博多なまり、うんうんうん、でね、キレンジャーはね、キナレンジャーって言うんだよ。教えてくれる。おっさんはね、上の人でしょ。そう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 。おっさんはね、そういうふうに言うんだっていうのを教えて。ええー、とか。もうそれがすごく印象に残ってる。ああ。めっちゃお世話になったその人。札幌さんが50、札幌ちゃんが51になった。そうですね。おお。ナイス。KC のソロが楽しすぎそうですね。ソロできる、ソロできるってのもすごいな。いや、バードがやばいんよ。やばいよね。KC の外で、ぐるぐる回ってるバード多すぎ。ゾーンアウトの近くで。はいはい。犬を4、5匹まとめてぐるぐる回ってるバードが多すぎ。あ、また、またバードいる。KC の中で、チャーム、スネアでドットで殺してるですね。へぇー。スワーム書いておいて。そんなできる。そうそう、二十何匹ぐるぐる回して、ラグルトを蒸発するっていう。そうですね。はい、ああ見えた見えた。あ、行け。パンキ見えた見えた。めっちゃ。まだ HP ある。大丈夫です大丈夫です。ああなんか見てる人がいる。よよよよよよ。え、これ、もういい？ OK、今 DD 打ってる。いいよ、もう殺していいよ。うん。ありがとう！ありがとう、クローク！かいかいかい。おー！ありがとう！マジすげーすげー !7 分。ありがとう、クローク！そしてありがとう！粘ってほらーやーよかったよかったマジよかったマジ頼んでよかったなさはい今日これ企画したの俺そうだったねそういえばねそうだったねそういえばねでいくら欲しいのお金ないくせにただ借金を返してほしいだけ早く借金を返してまたまた 100K 増えたかなすげえぞ。ありがとう。すごいな、2個出たのすごいな。2連続で出たのすごいな。これすげえ、マジで、本当に。ちょっとやり方分かったわ、これ。ほんま。あ、もう一個、うれしい。もう一回貼る、7分。いや誰欲しいのさ。誰もいらない。ええやん、もう、これでゆっくり、なんか、気持ちよく寝させてよ。いや、確かに。やばいっすね。いきなり。やばいわ。鳥肌立ってるわ。すげえな。いきなりっすもんね。うん、サージェントから直テルが来て嬉しいわ。ほらっつって。わ。ソウジさんしか。ズールズール。ズールズール。なんて、掃除さんが何そう、掃除さんしかトラックにかからない。ああ。どこにいんや、他に。
じゃノースカラナ。ズル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 。ノースカラナのスパイヤーで落ちれるかな。うん。あ、じゃあ、あの橋のところで一回層かけて。あ、了解です。じゃあ橋のところで。じゃあ戻りますか。入りますか。合流しよう。あのゲートできる人はゲートし。よし、じゃあ帰るか。いやー、ゆっくり寝れる。今日はいい放送やったな。いい放送やったし、いいキャンプやった。やばいっすね、でも。これ、明日聞いたら結構面白いやろな。わー、これ。あえてオープンクイーン。いや、教えといてあげないとさ。確かに。これは面白いよ、今日、今回は。しかも、ええクロークやな、これ。やばいね。レビテーション。これ、一応報告しとこう。同じゾンビ。2個取ったぜみたいな。ローブも言って、ローブも言って。あ、OK ですよ。ローブも言って。ローブはね、言わない方がいいよ。あの、さっきあの、CC したときに、倒した直後に CC した後に、あの、まあ、ブラザー Q を、あの、キャンプしてますっていう人がいたから。やべえ、今倒しちゃったばっかりだよ。しかも、文句の。デリーなら20分後に出てるはずなんで、もう言っていいよ。戦は文句だったから。あ、違う。これはいやー、おもろかったな、今日。明日楽しみやわ、これ聞きながら仕事すんの。収穫がでかい。おもろかったわ、うん、トークも熱いし。いやー、嬉しいな。トークも熱いし、キャンプも熱かったな。ここ4回目ぐらいにやっと取れたな。嬉しいな。ないね、でもこんなん出るもんなのじゃないよね。これ奇跡。いやー、すごい運がいい、うん、ダメな日もあるからね。諦めて帰ろうっつって。そうそうそう、本当に2連ちゃんとかないでしょ、うん、2連ちゃんはちょっとびっくりしたな、ね、私やっぱナスビさんなんか持ってるっすね。ナスビさん持ってますよ、アイテム。いや、マーシェルも十分持ってるから。いや、それじゃないって。本当に。じゃないって。そっか、文句見つけたの俺やもんな。そうっすよ。そうだ、そうだ。はい、みんな、そう切って。あ、俺もそう切っとこう。デビテート、マジ嬉しい、これ。相当嬉しそうやな。俺、触媒が、こういらなくなるのは嬉しいなと思う。嬉しいというか、うん、羨ましいなと思う。これで移動超楽だもん。あ、ナスさん、これで ST 入れる。ST はこれ持ってて、レイド1回してもらえないやつ。ST もうレイドできないでしょ。もう無用の長物になってしまう。レイド生かしてもらえないもん、何も。もっと強い力で行かせてもらえない。それなんかもっと悲しいよ。すごい、すごい基準ですね。持ってないとレイド入れないって。うん、なんか言うけど、ね、厳しいね。まあなんか、ね、そういうギアを持ってないとっていうのは。あと MR も足切りあるしな、普通に。あ、でもそれは理解は。まあそうだよね。ただバタバタ死んだけだもんね。出したらね。あ、やっと着いた。嬉しい、嬉しい、これは嬉しいな。よかったよかった、そんな。これでオゴックのバンク行くのも早いで。いやー、今日はいい配信やったし、本当にええキャンプやったわ。あ、でもなんかいろいろ増える、このクロークのあれで。はい、そう切って。はい、じゃあ、俺いいか。あ、いや、ペロさん、どうしちゃった？あ、ゲートしちゃったんか。うん。はい、わかりました。じゃあ僕、いや、ほんと、クローク出たとき、俺、鳥肌立ったよ。うわーっと。これだからやめられねえ。そう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 。また、あと2曲お願いしますって言ってよかったよ、ほんとに。ほんとやね。
多分今頃ポップしてもう一個出るはずやけど。そうそうそう。ね、近くに座ってたドルイドが持ってってたとこだったよ。あれやで。あ、ついてきてね。リングに行くんで。あ、ポートもらうんすか？うん。あ、じゃあ僕も行きます。僕今週ぐらいからソルビーのグアノンのソロにもう一回挑戦しようかなとか LDC とかに。ソロで？ソロで。スローあるしね。あ、そっか。出ねえけどね、スローがなかなか。まあ、あるか、ゼロか1かで言うと全然違うでしょ。うん、でもこの間シャーメンの友達と一緒にあそこドゥオやってみたんですけど、今のレベルだと LDC は俺は辛かったですね。ああ。マジで辛いと俺も辛いな。ただ、バット、スパイ、コウムリは余裕ですね。うん、うんうん、まあ。スタンだけやし、そう。スタンだけやんすよね。だから、プラスのダメージはまあスタン中に受けると考えたら全然可愛い。レベル上げると回避も上がるしね、回避っていうか AC も上がるから、ダメージ、非ダメージが違うんじゃないかな。この辺そうですね。うん。なんか、オール。じゃあ、ちょっと、この辺で、こちらの配信を終了させていただきます。ご視聴いただき、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。